ちょっと出しゃばって。はい、皆さん、こんばんは。ということでございまして、本日始まりました、キコナチャンネルといった形でございますけれども、本日なんと、初登場でございます、キコナタウン今津店から放送しております。よろしくお願いします。いや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 、実のところを言いますとですね、はい、私、この西宮の店舗、各店舗さん、はい、超地元でございまして、あ、住んでるところ西宮でございまして、私は非常に今緊張しております。はい、ね、といった形でございまして、はい、ちょっと緊張しながらのスタートでございますけれども、じゃあ、各店舗さんのね、自己紹介も兼ねて、行きましょうか。じゃあ、まず一番左の店舗から。あ、いやいや、後ろ向かない、後ろ向かない。はい。もういいですか。はい、どうぞ、まず自己紹介から。はい、キコーナー今津駅前店店長やらせていただいてます木村と申します。よろしくお願いします。以前ニコ生の経験は終わりという形で何度かある 東大阪の方で。そうなんですね。やってるんですよ。なんとなんと私がそう担当変わるときにちょうど直前で入れ替わりでこの今津駅前店に。いや、だいぶ間は経てるんですけど。あ、だいぶ間を経て走りますけどね。今回ははしょりますけど、あ、今回あえてはしょりますけれども間減ってます、はい、なるほど、間をいろいろ減ながら、はい、この今津駅前店に、はい、だいぶ減りました。はい、はい、という形でいらしたという形でございまして、はい、店長どうぞよろしくお願いいたします。では真ん中の方振りましょう。自己紹介どうぞ。はい、キコーナタウン今津店店長のだいぶ間伸ばすな高井と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日はわざわざあの電話でのご出演いただきましてありがとうございました。あ、とんでもございません。昨日なんとあのニコ生のね、あの番組最後にいつも次のね店舗さんにちょっと電話をするという企画やってまして、はい、それに番組のそうですそうです。そうなんですね。はい、酒井店長にわざわざ出ていただきまして、はい、はい、といった形でございまして、ニコ生歴はちなみに酒井店長、いや、もうだいぶ過去になりますんで、はい、ほぼ初心者みたいな状態ですね。以前出られた時ってどこで出られたんですか。本当にだいぶ初期の頃、2年前ぐらいにあの関東版の蒲田の放送に出て、あー蒲田店の方、はい、本当にキコチャンネルが関東に出て始まった時に時ぐらいですか。はい、出ましたね。もうそれ以来の出演と。そうですね、もうあの時はガローファイナルとかもうだいぶとあれ懐かしい機種が全然ほぼわからないのと同じような状況です、ね、満を持してってやつですね、はい、温めてきたね。温めてきたという形でございますね。はい、はい、というわけで、今津店店長の酒井店長でございます。はい、今日どうぞよろしくお願いします。では次行きましょう。どうぞ。はい、私ですね、私は気候なるの今津店の店長の細道と申します。よろしくお願いいたします。細道店長、はい、初めてですか、キコーナチャンネルに関しては。もう半年ちょっとぐらい前になるんですけれども、はい、私も関東の神奈川小田原、あ、小田原、はい、なるほど、小田原ラブっていう番組やってましたけどね。そうです、小田原ラブで、はい、はい、そうですね、行ってたんですけども、まあ、そこで何回か出させていただきました、はい、なるほど、はい、早速細見っていうコメント来てますけれども。あ、本当ですか、誰だ、わいいなあ、覚えてらっしゃる方ちゃんといらっしゃるんですね。いや、多分身内です。身内ですかね、どうなんでしょう。いや、ちゃんと、ね、ひょっとしたら覚えてらっしゃる方かもしれませんよ、これね。ありがとうございます。はい、といった形でございまして、はい、一応、ね、経験者というか、ニコ生経験者という方が3人集まっていただいたんですが、あと1名なんか来るという話をお聞きしてたんですが、その右側にいらっしゃる、はい、ここに、あ、壇蜜さん。壇蜜さんが、まあ、ちょっと本日のっぴきならないように、のっぴきならない理由で諸事情がございまして、はい、来ましたんで、はい、ちょっと遅れる、もしくは最悪来れない、最悪来れないというパターンもあり得るんですかね。本日まあ4店舗合同という形をお聞きしてたんですけれども、まだ来てらっしゃらないのが、キコーナ甲子園口店。そうですね、はい、西宮は4店舗ですね。アキラの方が来てないです。アキラの方っていうと、アキラの方、ケンジとアキラのアキラの方。なんか青春アミーゴみたいになってますけれども、青春の年ではない。どなたがケンジでどなたがアキラなんですか。私ケンジ。ケンジの方が白い下の方で。はい。ケンジ。これアキラ。アキラ。これアキラです。ダンミスさんいつの間にアキラになってしまったんですかね、これね。名誉毀損で。訴えられますか。訴えられる可能性もございますけど、まあそれは置いといて、はい、はい、といった形でございまして、じゃあ本日ね、
せっかくこうやってお集まりいただきましたんで、はいはい、じゃあちょっと各店舗の方からまず告知の方いただいてよろしいでしょうかね。まずどうしましょう。じゃあ私から。あ、じゃあキコナルさんの方からですかね。キコナルからですね。はい。はい。いきますでしょうか。はい。今出ましたね。はい。はい。ありがとうございます。まあ、告知に関してはやっぱり寝台入れ替えというふうになるんですけれども、はい、今週の火曜日に寝台初日を迎えまして、はい、はい、そこから、キコナルにつきましては4円パチンコと5円スロットのお店になっております。あ、4円パチンコと5円スロット、はい、はい、変わってるんですけれどもね、はい、まあまあちょっと詳しい機種に関しましては長くなってしまいますので割愛させていただきますけれども、はいはいはい、ぜひこの西宮今津来られることがあったら、はいはい、皆さんにご遊戯していただきたいかなと思いますんでね、はいはい、思います。あとは15日にもう1台ですね、はい、15日、はいはい、まだ空いてない寝台が1台ございますので、乙女フェスティバル、はい、デジハネですね。そうですね、デジハネの方はまだ開放になっておりませんのでね、はい、そうなんですよ、はい、ひっそりお店に今佇んでおりますので、ぜひそれが、15日開放になります。最速開放という形ですかね。そうですね、はい、なりますんで、ぜひ皆さん、はい、うちに来ていただければと思いますのでね、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ次はどちら行きましょうか。あ、ですら私、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ、気候のあたの今津店さんの方から、はい、はい、告知でございます。はい、どうぞ。はい、まあ、画像出たと。めっちゃ見てるやん。あ、右下にちゃんとカンペがね、カンペが用意しておりますんでね。はい、2月10日ですね。はい、まあ、日付変わったらおとついになるんですかね。まあ、10日、そうですね。はい、寝台入れ替えで、なっております。なんで、明日の営業は3日目と、はい、なっておりますので、まあ、ぜひぜひご来店いただきたいなと思います。思います。はい。はい、で、まあ、ポスターにもありますけれども、はい、デカデカとハイビスカスが咲いてますので、真ん中にドドンと書いてお伝えしますよね。はい。はい。なんと、はい、オキドキトロピカル。トロピカルですね。オキトロと言われてますけれども、はい。はい、13台導入します。がっつりいきましたね、13台。はい。はい、まあ、ぜひご遊戯いただきたいなと思います。思います。はい、ちょうどね、はい、入ってからのところにずらっとね並んで、ちょっと離れた場所になります、ここからはね、はい、ずらっと並んでおりますんで、カナちゃんがいっぱいいます。カナちゃんが13人の、まあ、沖縄好きアンダーツリーの中でも酒井店長はかなり有名な。あ、そうなんですか、はい、お、沖スロ好き、沖縄好き沖縄好き、無茶ぶりすぎる。あれ、ちょっと沖縄っていうことはちょっとキーワードになりそうな感じですが、大丈夫ですかね。大丈夫です。言ったことないです。僕も初めて言いましたね。嫌いじゃないです。嫌いじゃないです。沖縄嫌いじゃないです。沖縄嫌いじゃない。嫌いでもないし、嫌いでもないっていう。いや、まあ、特別な思い入れがあるかないかで言ったら、うん、ないです。特にないじゃん。ない方ですね。思いっきり今、無茶ぶりをされたんですかね、これはね。はい。なんかやり返されそうなんですけど、なんかお互いに今日はぶっ込み合いになりそうな気がするけど、大丈夫ですかね、はい、この辺、注意してくださいね。まだ2時間ある。そんな嘘わかるかっていうコメント来てますけれどもね。じゃあ次行きましょうか。じゃあ、はい、今津駅前店さんの方から、はい、はい、告知でございます。時点もですね、はい、気候なる同様、はい、同じ日にオープンしておりまして、はい、そう、9日ですよね、確か9日です、はいはい、でですね、時点が1円パチンコと1円スロットのお店になります。はい、でですね、まあ、この今津に遊びに来てくれたら、うん、もうどの気候なでもいろんなレートで遊べますんで。あ、なるほど、3店舗で、はい、各店舗でレートがそれぞれ違うと。はい、そうなんですよ。なるほどなるほど。もう今津に来たらもう気候なで過ごしていただけたら、はい、もうどのレートで遊べますんで。なるほど、もう遊び放題です。そうですね、はい、それぞれもういわゆる、まあ、趣味というか自分の、うん、心に合わせて、はい、こういろいろと店舗間移動することできると。そうですね、徒歩圏内なんで。そうですね、完全な徒歩圏内ですから ね、この近辺でいうと、はい、駅を降りて辺りを見回したら結構な見えるっていう。そうですよね、本当に駅降りてずらっと見て、はい、1、2、3、3店舗あるわっていう状況ですからね。そうですね、時点からなるが一番近くて、はい、大体もう20歩ぐらいでそう、あ、それだいぶ大まかですよね。大まか、大ま
また25歩ぐらい大して変わらん大して変わらんとりあえずもう徒歩1分圏内ということでございますんでね、はい、そうそう、それが痛かったです。はい、はい、まあ世界レベルの大股です。世界レベル、ずかずか言ってますねこれはね。はい、はい、といった形でございまして、さらにね、寝台入れ替えを9日に行ったと、はい、いうことでございまして、ぜひぜひ皆さんこちらの方にもね遊びに来てください。今ぜひ駅前店の方も遊びに来ていただければと思いますので、今ずに来てくれたら、あ、はい、もうそう、今ずにね来ていただければこのお三方、はい、3人に会えますんで、はい、会えますんでね、はい、はい、あの休みの日も今ずにいますんで、今ずから、ね、出ない、今年はまだ出てないです。あ、今年まだ今ずから県外に出てない、まだ出てないです。あ、あのあれあの時ぐらいですかね、あの本社での、あ、そうです、あの時、それぐらい、その時が一番楽しいですね。ようやくこの今津という年から脱出できたみたいな感じになってるんですよね。旅行気分ですね。ちょっとした旅行気分。今津から出るのでだいぶと重力が働いてそうな気がしますけれどもね。はい、それだけ今津でこと足りるっていう、ね、そういうことですよね。はい、あのいわゆる何でもあります、ね、そう、冷凍にしたって何にしたって、もういろんなところでこの木久扇さん楽しめるという形になってますんで、はいはい、ぜひ、ね、今津に来ていただければと思いますんで、はいはい、どうぞよろしくお願いをいたします。こんばんは、今日も福島県から見てますので、遠いとこからね、いろんなとこから見ていただいてます。今日も山形県の方も見ていただいておりますんでね、ありがとうございます。もういろんなとこから今日チャンネル支持いただきました。本当にありがとうございます。はい、うん、早速ですが、気候なるのルって何ですかっていうコメント来てますけれども、細見店長、気候なるのルはルです。でも気候なるっていうのは結構珍しいんですか、菊間さんの中で言うと。名前的に言うと、どちらかというと、まあ、ちょっとした小型店舗とかが何店舗か横須賀にもあるんですけれども、はいはいはい、そういうところが気候なまではいかないですけど、気候なるみたいな、という形に、はい、あ、なってると、ちょっと違う認識かもしれないですけれども、あ、はい、なるほど、そういう形になってるんですね。はい、なるなるって呼ばれてますね。そうですね、気候なるのなるとってなるという形で、はい、あ、なるほど。じゃあ、なる今津みたいな形で言った言われたりするんですか。あ、そういう形なんですね。なるほどなるほど、はい、はい、独身3人組の店長たちはリア充ですかってコメント来てますけども、店長方、ね、リア充、あれですか、あのそれぞれ奥様方はいらっしゃるんですか。奥様はそれまあおいおいちょっと、おいおいちょっと、あ、話を持って、なるほどなるほど、ちょっとその辺についても、まだ若干早いですかね。今のでかなりダメージ受けました。あ、ダメージ受けた。あ、ちょっとこの質問やばかったかなこれ。ちょっと夜が更けてから、夜だいぶ夜更けてから、はい、調子出てから、こうその辺が出てくるって感じですかね。わかりました、とっておきにとっておきましょう。はい、それはね、はい、今日の企画何するんですかというコメント来てるんですが、さあ今日はね、聞くは多分今津店から放送しておりますんで、はい、酒井店長に聞きましょうか。今日、はい、いや、まあ独身の男3人なんで、まあそれはもう萌え系しかないでしょ。萌え系とやっぱり愛について語りたいですね、はいはいはい、ああ、なるほど、愛について語りたい、はい、ほう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 、ということで、まあ機種選定をして、はい、決まりましたのが、はい、まあ、あの昨日に続いてかもしれないんですけども、はい、彼岸のアリアと、あ、来ました、萌え系、はい、がっつり萌え系ですね、はい、はい、ガールズパンツァー、あ、ガールズ&パンツァー、はい、もう最近でもあのアニメの方が大人気で、そうですね、映画化とかなんかそういう、ね、そうそうそう、あの映画の方がなんかすごい爆音っていうんですかね、すごいド迫力、戦車の音ってことですか。そう、戦車の音がすごい音量で聞こえてくるっていう上映をされてるところもあったりとかして、でなんかもう土日になると映画館満員みたいな話になってるみたいですよ。大人気らしくて、3人で行きますか。3人で、3人で行、ね、きましょうか。チケット取ってるだいぶ痛いですよ。いや、でもお一人で行かれてる方結構多いらしいですよ。本当に本当に、ファミリーマートのね、あのファミポートでチケット買って。めっちゃ具体的すぎるじゃないですかそれ。あの今津のコンビニ行ってたらファミリーマートなんで、そうですね、今津店のちょうどあの電車はで向かい側にね、あのファミリーマートございますけれどもね、終わって行くんちゃいます。大丈夫ですか。まあ、とりあえず、はい、今のとこだけ。とりあえず夜でってね、こう言ってますよね。モテ系かなと言われてますけどもね。はい、ね、ね、もしかしてなくても店長たち結構適当かなって言われてますけどもね。こういう緩い感じのね、店長さんでございますけれども、まあお仕事はきっちりされてますからね。もちろんです、はい、という形でございますんで、はい、また。え、
すごい真面目です。すごい真面目、はい、真面目ですね、はい、了解しました。真面目店長3人衆が今日は、はい、萌え系スロットに挑むという形でございますんでね、はいはい、じゃあ本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、で早速だから前座長いって言われてますんでね私もちょっと喋りすぎな感じございますけれども、じゃあ早速ながら、じゃあ台の方に移動していただいて準備していただきましょうか。はいはい、本日どうもよろしくお願いします。アキラが来ないから、はい、その分のね諦め、アキラ、アキラ連れて行きましょうか。アキラ、アキラって言われてますけども、いやーちょっとお会いしたかったけどどんな方なんだろうかなと思ってね。ただのアキラですよ。ただのアキラってどういうことそれ。ちょっと映らないですけどアキラ置いときます、ね。さっきアキラと呼ばれた壇蜜さんですねそれはね、はい、え、じゃあ打っていいですか。はい、じゃ あのカメラ移動していきますんで、はい、はい、ちょっと待ってくださいねほんまに用意されてるじゃないですかそれちょっとアキラ邪魔ですいやでも見守っていただかないとアキラ邪魔ですかこんだけアキラアキラ言ってたら本人登場した時どういうリアクションされるのかすごい気になりますけどもね。ハードル上げ上げで登場しますからね。まあハイテンションで、はい、なんやったら見てるかもしれないですむしろ見てる勢いですか。じゃあ来てほしいですか。見てるんやったら来てくれてちょっと音量だけ下げていただく形いいですかね。ガルパンは多分生産しました。あれで下げれると思うんですけど、木村店長何打たれます？アリアですか？え、3人並びます？あ、3人、はい、行きますよ。あ、はい。音量が音量、光量調整で。よいしょ。でもアリアみたいですよね、みんな。そうですか、昨日アリアやってるんでガルパンみたいって方もいらっしゃるかもしれませんね。じゃあ今持ってるガルパンにしましょうか。はい、じゃあガルパンでいきましょうか。どこですか、音量。よいしょ、大丈夫ですかね。よっ、音量ありますか。アリアは多分中開けないと無理かもしれないですね。あ、なるほど。多分それで1かもしれないです。藤井翔司さん音量結構大きいんで。なるほど、はい、うん、これどこですかって、この感じタウンかって言われてますんで、あの来られてるお客様ですかねこれはね。あ、そうです、そうです、キコーナタウンです。キコーナタウンいませんでございます。はい、はい、ね、もう少しアキラを、あ、アキラを大切に扱ったってって言われてますけどあれ、アキラどっか行っちゃいましたあの先ほどね、置いてたんですけども、はい、邪魔や言われてどっか飛んでちゃいましたね。大変申し訳ございません。あれですね、駅前の店長ですねこっちで名前が売れたらうん、メダル入れる前にアリアの、スカートの中触ってみてとか言われてますけどもね一番得意な。それはやめときましょうか。触ったらちゃんと超えてますよ、声が。え、声がちゃんと出るんですよ、アリア。確 か、え、触って出ないですか。触ってませんやん。あれ、めっちゃ触ってますよ。昨日ね、僕あの梅北店のね、この前通ったら変態って言われたんですよもうほんまですよこれ冗談抜きで。個人的なあれじゃない妄想じゃないですからねお三方、それはちょっと僕のそれ風評被害やめてくださいよ、いきなりの。じゃあ早速ですけれども打っていっていただいてよろしいですか。はい、はい、あとね、リスナーの皆さん、音大きい小さいあったら言っていただければね、ある程度は調整しますんで。はい、はい、おっと、ちょっとずれてるな、ガルパンの方かな。よいしょ、ちょっとカメラ位置調整しますね、すみません。こんな夜遅くまで見ていただけるってありがたいです。いや、本当にありがたい限りでしたね。明日ですもんね。はい、祝日の次ね、明日からお仕事始まるって方も多数いらっしゃるでしょうからね。そうですね、はい、祝日でしたもんね。そう、あ、そう、もう私この仕事やってると祝日か休日か全然分からなくなってくるんですけどもう今本日祝日という形でね、はい、あのお店の方にもたくさん人いらっしゃったと思いますけどもね。ありがたいことに、はい、ありがとうございますね、本当にありがとうございます、はい、ね、
アリアの前通るだけで罵倒されるんですか、ひどいなって言われたんですけど、あのリアルに経験された方いらっしゃると思いますので、僕はそれを信じます。はい、あの僕はただ単なる変態というわけではございませんのでね、はい、ね、タウン今津かなってね、はい、そう、これどこですかってことで、今日はタウン今津店からのね、はい、放送になっております。はい、細身面白いこと言ってというコメント来てますけど、いきなりあの振りが来てますよ。振り振り振り、もともとそんなキャラじゃなかったでしょう、ね、あれそんなキャラじゃなかったんですか。いきなり振られてるってことは、そういうキャラなんかなって思いましたけどね。まさかですよ、ちょっと汗かいてきます。いつもね、カメラ回ってないときは面白いこと言ってくれるんですけど、そうやっていつもハードル上げるから、そのせいにハードル上がっていくもんなんですけどもね、この放送ではね。はい、じゃあね、たくさんコメントいただいてますんで、ちょっとコメント読んでいきたいと思いますね。はい、お願いします。いや、もうね、すでに300名の方来ていただいてありがとうございます。300名、ね、すごい、早いな今日は。ね、皆さんお待たせ、今日山田県から見てますということでね、ありがとうございます。はい、準備中かなと、ちょっとね、開始遅れましたけど申し訳ございません。準備中かなってね、こんばんはと、こんばんは、ありがとうございます。じゃあ先に夜食買ってくるかということでね、もう戻ってきはったんでしょうかね、この方はね。はい、今来ました、皆さんこんばんはと、こんばんは、ありがとうございます。はい、お風呂屋さんかなって言われてますけど、お風呂屋さんじゃないですからね。はい、お風呂屋さんではございませんので、はい、CM 無音だったらすいません。新鮮な感じですねっていうね、コメント来てますけどもね、ありがとうございます。本当に、ニコ生にはね、久々に出られたというお三方ですからね。はい、そうですね今津で放送するのも初めてですからね。そうですね、もう、はい、店舗として放送するの初めてでして、はい、そうですよね。以前ね、私この仕事を菊村さんのね、この放送でやらせていただく前にはちょろっとは来てたんですけどもね、店舗さんにはね。はい、はい、JP 先生、皆さんこんばんは、ありがとうございます。ね、東店長との微妙な距離感にニヤニヤしてました。これ酒井店長ですね、これね。昨日の電話の時に、はい、どうでした、かかってきて。あの、いやいや、まあ同期で入社なんですけれども、はい、実質その、まあ、一緒に働くっていうのもなかなかないですし、うんうん、そうですね、はい、同期とはいえね、入社してすぐに研修があって、はい、その研修で一緒に受けてたりとかしたんですけれども、はい、店長になって ものすごい久しぶりに会うみたいな。なるほど、はい、もう店長としてはもうはるかに向こうの方が先輩なんでっていう話は。いやいや、もうそんなね、そんなことないですよ。言ってましたよ。先輩風吹かすから、やっぱ酒井ですよ。いやいや、風吹いたら僕、ダメですから、風 NG ですから。風 NG なんですか。それは何の、風と雨 NG ですからね。深くは突っ込まないです。わかりました。深くは相手突っ込みませんのでね。はい、はい、そうですね、吹いたら困るところが。そうね、昨日アズマ何か仕込んでたんじゃないんかって言われてますけどもね。はい、ね、痛みも来るかなって、痛みは別の、ね、放送日にやりますんでね。はい、こんばんは、今日も福島県から見てますって、ありがとうございます。ありがとうございます。世界の中心は今津だったのかって言われてますけど、本当にね、今津店、気候な 3店舗バッチリ集中してね、ございますんで、過去店舗皆さん、徒歩圏内に3店舗集まってるところなんかないですね。なかなかないと思いますけどね、はい、しかも同じグループさんの中でね、はい、はい、うん、もしかしなくても3店長結構適当かなってね。純さんの頃からキコーナのジャグラーにはお世話になっておりますって、ね、コメントいきますけどもね。はい、ありがとうございます。純さんっていうのがワードが出てちょっと、そう、危ないところですよ、ね、ちょっとね、ちょっとストップしておきましたね。言っときましたね。はい、ぼやかしておきましたんでね、はいはい、真面目な人は自分のことを真面目って言わないはずなんだって言われてますけれどもね。バレてますね。じゃあそれ酒井店長ですね。まあ、だいぶ真面目ですからね。とか言ってる間に言ってる、あれじゃないですか、細見店長当ててるじゃないですか。ちょっと当てた時は当てたって言ってくださいよ。さっくり、だいぶ話が盛り上がってたので。いや、まだチャレンジ中ですよ。あ、まあ、そうか、まだチャレンジですね。チャレンジ中です。ですね、本格的に ART 入ったというわけではないんですね、これね。そうですね、はい、ね、これどこですか、このハニタウンかとね、キワタウン今津店から放送しておりますんで、はい、はい、このあと壇蜜さんのモノマネしながらアキラ早速登場って言われてますけども、ね、すごい前振りのハードルが高くなっておりますんでね。こんな高かったかな。恐ろしいことになってますけどね、うん、いや、もう遅れてきたら音声だけでジャグラーやらせたらええねんって言われてますけどもね。音声だけで
あの以前のね、あの伏せ店の放送とかで音声だけでジャグラーやるってやってましたんでね、はい、音声だけでジャグラーで、しかもマイジャグやってもらいましょうか。マイジャグ地味に光ってるとこすら、はい、隠れてるみたいな感じですかね。ガコすら聞けないっていう、はい、うん、ガルパンはアンチョビで倒すかアンコウドリ見せてねって言われてますけどもね。アンコウドリっていうのはあれですね、 AT に入るだいぶ期待度の高いゾーンになってますんで、それを見ると視聴者の皆さんテンション上がりますんでね、はい、任せてください、はい、ぜひ見せていただければと思います。うん、JP あの疲れてるのよって言われてますけどね、ぜひ今度ほんまに言わへんかなこれアリアのフィギュアのやつ、他なんかやりますか。ほら言われますよこれ。変態変態、何もないですね。触り方がまだ甘い、ね、触り方が甘いですかね。さすがで、そうですね。いや今これこのこれこのアリは言いましたけどね、うんうん、もうアリは言わない僕だけに反応するのはちょっと怖いなそれは、うん、やっぱり人を見ますよねもうきっちり中身が見抜かれてる JP 君がありましたけどもねこれね、はい、アリは富士商事かって言われたら、そうですね、アリアは富士商事になってますね、はい、当たっていったらスカートがめくれるようになるらしいよって言われてますけども、そんな仕様やったらびっくりしますけどもねある意味未承認変更になりますんでね、はい、アリアの前で前通るだけで罵倒されるんかって言われて、さっき罵倒されましたんでね、はい、でも私罵倒されないですからね。あ、それはあれですか、もう真面目ないい人というふうな、あ、やっぱそういうこと、あ、そういうことなんでしょうね、はい、もう細見店長すごい自分で納得されたような顔表情するんですよね今ね、はい、人に言っていただくとこうありがたいですよね。タオン言わず今日一発のエボル空いてなかったっていうコメントも来てますけど、今日来られた方ですかね実際にね。ものすごいピンポイントで、ピンポイントでありがとうございます。神関連がとか言われてますけどね、そういえば左上のメガネの店長後頭部が薄いとか、そういう直接のことを言わないあなた方ね、本当にもう、いや後頭部が薄いとかね、そういうことで言うわけですよ。大丈夫です、僕より全然ありますから大丈夫です。風警戒してください。よく見てください、よく見てください、よく見てください、よく見た方がやばいです。木村店長めっちゃ動揺してるじゃないですかそれよく見てください。はい、よりやばい人が一人いますか誰だろう、誰でしょうかね、これはね。フー NG ずらかなとか言われてますけどね。ちょっと待ってください。はい、もうすごい勢いでみんながツッコミ入ってますけど、いや大丈夫です、大丈夫です。気にしすぎですから、木村店長。ね、JP さんの渾身のアンコ踊りが見えるときって言われてますけどね。はい、とりあえず一人ずつ一発芸お願いしますとか言われてますけど。もういきなりのハードルの高い感じになってますけどもね、これね、はい、身内ですか、身内、身内かな、どうかなこれは、はい、木村店長頑張ってって言われてますよ。いやもうちょっと今のはないですわさっきのでちょっとショック受けちゃったかな、あ、いつもタオンにお世話になってますって方いらっしゃいますね。ぜひまたね、いらしてください、はい、またニコ生見たって言っていただければと思いますんでね。ありがとうございます。はい、もう一回触ってみてとか言われてますけどね、そこにカッパの皿があるのかとか言われてますけどね、はい、とりあえずニコニコ生放送定番の質問いきたいんですけど、おかんの名前は何ですかって言われてますけど、そんな定番あるんですか。あります、あります。記号チャンネル関西の関西版は必ず新しい店長さん、もしくは主任さん、副主任さん、スタッフさん、はい、出られた場合には大概聞かれるのはお母さんの名前何って言われるんですね。それ誰得ですか誰は得するわけじゃないですけど、毎回聞かれてますねこれはね電話して聞いていいですかさあ、差し支えなければ教えていただければと思いますけどね。ほんまに、ほんまに、はい、ほんまに、はい、ガチですよ、ガチ。ガチって言っていいのかどうか分かんないですけど、これね。ガチというか、リアルで。リアルで、リアルで。リアルで、はい、はい。私のところは、あれですね、春よって言います。春よさん。春よです、はい。春よさんですね。はい。ありがとうございます。木村店長の。はい、大丈夫ですよ。ガチのその返答でいただければ、多分この後にね、春よ俺の隣に寝てるよって定番のコメントが来ると思いますけどね。はい。じゃあ、酒井店長は、はい。私、マキコです。あ、
マキコさん、はい、はい、といった形でお母さん見られてますか、ね、こういう感じになるじゃないですか結局言ったところで、どうリアクション誰も得はしないわらわらって言われますけどね。顔を見たことないお母さんの名前聞かされたりそうですよね。ただあのリスナーさんとしては聞きたい方もいらっしゃるらしいですこれ。なるほど。細見店長、私の母親は、はい、秀美です。あ、秀美さんですね、はい、はい、お三方ありがとうございます。あのね、大概これを聞かれると皆さん戸惑います当たり前ですけどみんな戸惑います。え、何聞くのみたいな感じになりますけれどもあのこういう質問されるのもある意味あのね、聞こえチャンネルでございますんでね、ご了承ください。うん、そりゃおかんの名前聞いたらこの空気になるわって言われてますけどね。気候な名物おかんの一瞬で抱かれるパターンって言われてますけどね、はい、春代は知らんなって、知らんくて当たり前や知らんくて当たり前や、そんなもん知っとったらちょっと聞きたいですね、そんなどういう関係ですかって聞きたいぐらいですよねこれね、はい、いろんな問題に発展しますねあのちょっと気候はチャンネルの枠内にとどまらない問題が出てきますねこれは ね、 そうですね、はい、ここにいる場合じゃなくなってきます間違いない、それは間違いない、はい、ベッキーか春妖怪になるジジネタジジネタジジネタ、それは今旬でしょ、旬ですね、センテン、はい、センテンススプリングですか俗に言うところね、えらく流行ってますけどもね、皆さん LINE のねアドレスの取り扱いくれぐれも注意してくださいね、はい、気候な今津駅前店、襟前の方かわいい、襟前の方かわいい、店員イケメンだしって言われてますけどもね、よう見てますね、ねえ、よう見てらっしゃいますね、店舗の中やったら一番ランクは高いいやいやいや、うちも負けてないですからね、お、負けてない、はい、お、それはそろそろ店舗があれですか、ちょっとうちは負けてないって言えるところですかね、そう、もうそうじゃないですか、ありがたい、今津駅前が一番若くてピチピチしてて、ピチピチしてる、これは胸張っていますね、いや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 、そんなことはないでしょ、うちも負けてないですから、あ、負けてない、はい、いや、それぞれにね、各店舗イケメンさんもいらっしゃるでしょうから、ね、これはね、見に来てほしいですね、そう、ぜひそうです、ね、スタッフさんもね、はい、やっぱり見に来てほしいところでございます ね、 すね、これはね、はい、気候な主任店長のお母さんの名前一覧作りたいって、ぜひあの過去の YouTube 放送全部見てください、私は全部把握しておりませんので、はい、名簿を作りますかその名簿いるむしろアンダーツリー内にとどまってない気がするんですけどね、その名簿ね、はい、うん、リアルじゃないママの名前って、お三方もそういうお店行かれるんですねとか言われてますけどね、えらい、えらい疑い持たれてますけどもね、どこにあるんですか、ね、どこにあるんでしょうね、ちょっと分かりませんけれども、坂井店長からそういう話はよく聞きますけどまたお互いにそんなこと言っていいんですか、お、いい、お、言っていいんですか、大阪店長から反撃来るかこれは、アキラにしときましょういない人の方に反撃していくんですねこれはね、アキラにしときましょう、秀美は年上の元カノの名前やから何とも言えませんわってコメント言ってますけどもね、秀美頑張れとか言われてますけど、秀美とは去年までお付き合いさせてもらってましたって方もいらっしゃいますねなんかいろんな方いらっしゃいますね、うちの秀美じゃないですよね、あ、まあ多分そうやと思いますけどね別の秀美さんやと思いますけどもね、はい、ちょっと話題がまずい方向になってきましたあのすいません、開始してまだ30分でございますので、ガルパンチャレンジの方にちょっとフォーカスを当てていただきます、突入しました、あ、ガルパンチャレンジの方ですね、はい、ここで AT 入るかどうかっていう形になっておりますけどね、ところでお三人さんはニコ生出たかったですかと、ニコ生来るって言われた時はどんな感じでしたって言われてますけど、やっとかっていう感じです、お、やっとついに出番が来たかと回ってきたと、はい、おお、なるほどなるほど、はい、実際どうでしたニコ生来るって言われた時は、なんて別に本当にこれといってこれといって考えもなくみたいな感じですかねご覧の通り何も考えずにして何も考えずにて、またいやいやいや店長そうですね、あ、ようやく出れるなっていう感覚、ね、ああなるほどなるほど、はい、そういう形だったんですね、はい、いや私も本当にあの西宮って聞いた瞬間に、あ、俺のとこ回ってくるなと思ったらほんまに回ってきましたんでね、はい、やっぱりそうやったという地元でございましたけどね、はい、駅のホームで秀美と春代はガチで殴りやってたんで、誰を見てんねんこれは、はい、ちょっと見たいなそれどんなパンチ繰り出してるのか お互いになんかコークスクリューとかで嫌ですよね売ってんのがね、
ね、おかんの名前シリーズはバロン木村のマリコということで、あの鶴見店の主任さんのあのバロン木村さんですね。はい、とかあと舞鶴のまっちゃん店長、松原店長ですね、はい、の久子から始まったっていうのが最初みたいですけどもね。あ、そうなん、はい、そこで聞かれてからだんだんあのニコ生中で言われるようになってきたっていう感じですかね。はい、うんね、細身もっと喋らないとって言われてますけどもね。大丈夫です、あ、ガンガン喋っててくださいね。はい、あ、夜のお店に万枚使った帝王とか6500枚使った北福神がいましたのでってことで、あの夜のお店で1回で何回使った、何枚ぐらい、いわゆるまあ20円スロットで何枚ぐらい使ったっていうのをわざわざ表現してはったって、あの、まず最初に寝屋川南の副主任さんが一撃で6500枚使ったっていう話で、嘘やんっていう話をしてたんですよ。どういうお店、いや、まあまあまあ、まあ、いろんなお店あるじゃないですか。ちょっと行ったことないんで分かんないです、まあ、ちょっと分からないかもしれませんけど、まあ結構なお値段じゃないですか。でそれを言ってたら、某当たった、おっていうか、ガルパン当たりましたね。よくわかんないけど全然見てなかったぞ全然おめでとうございます。さあ、そして細見店長はチャンスゾーンからのはそうですね、行かなかった感じですかね。でも今お風呂ですね、あの、はい、ステージの方がね、ま、仮の状態ですね。はい、ね、正直ガルパンチャレンジどうでもいいから、あんこう祭りが見たいって方もいらっしゃいますんでね。あんこう祭りっていうのはいわゆるチャンスゾーンの一番上位っていう形ですかね。 AT 当選に一番期待が持てる 70% ぐらいだったかな、すごい期待度高いやつなんですけど、映像がそういう映像なんです。そうなんです、めっちゃシュールな踊りやってくれますんで、はい、これはもうお二人さんに聞かないと分かってきます。はい、以前ね、梅北店の東店長が5回ぐらい連続で出してめっちゃテンション上がってましたけどね。お、さあ被弾ゾーン入りましたね、細見店長ね。来ましたね。2人だけ盛り上がってますね。木村店長ちょっと寂しそうな感じになってますよ今ね。はい、そんなことない。ちなみに。やめときます。あ、どうぞ、言いかけてやめてますけど、気になって眠れない。眠れない。やっぱりこう誠実な方からね、こういうものは、はい、あ、誠実な方からね、はいはい。まあ、あとはまあうちのお店が、はい、私がホームなんでっていう、まあそうです、あ、すごい有利に働いてる可能性はありますね。なるほどなるほど。ホームなんでね、はい、うん、今日は誰も抱かれんかったねって言われてね、君たちここに出たからには個人情報は守られんと思えよって言われてますけどもね。あのね、見てはる店長さん、他の店長さんからぶっ込みが来たりもしますんでね、この放送ね。あ、なるほど。恐ろしい感じでございますけどもね。はい、そうですね、見てあのチェックされてる店長さんもいらっしゃるみたいですね。はい、あの前の店舗さんでどういう放送してたかっていうのを見てはる店長もいらっしゃるみたいですからね。あ、いや、まあ、私も昨日最後30分ぐらい見ましたから、ね、あ、酒井店長もご覧になったということで、はいはい、え、そうなんですか。はい、見ました、裏切りました。裏切りました。裏切ったってどういうことなんですか、それは。え、見ないって話になってたんですか。そんなわけ、いや、そんなことないですけども。そんな一言も言ってなかったですかね。あ、聞いてなかった話なんですよね。はい、なるほど。意外に個人プレーに走りました、ね。めっちゃ守りますやん。守りますね。チームプレーじゃなくて、あえて個人の方に走る感じですかね、はい、これはね。はい、あ、たこ焼き店長、これ中条店長ですね、とかハードちゃん、ハード森店長、森茂樹店長ですね、はい、のぶっ込みには要注意やでって言われてますけど、何気にちょろっとチェックしてぶっ込みでガツンって入れて帰っていくっていうね。レベル高い2人ですからね。なかなかにあの鋭いあのツッコミが入りますんでね、はい、こんばんは、今来ました、今日はどなたが出てらっしゃるんでしょうかということで、本日はね、今津駅前店の木村店長、そして、
キコーナタウン今津店ですね、はい、の酒井店長と、そしてキコーナの今津店の細水店長という形で、はい、お三方出ていただいております、はい、さっき言ってた副主任さんがどういうお店行ったかって言ってね、で女の子2人つけて揺りさせてゴールデンシャワーをオプションつけてるっていうあのここまでもうバラしてましたからねこの人ね、すごいですけどもね、それで6000枚でしたっけ、6500枚やったらしい、で、ちなみに某知念川西店の宮、はい、店長っていらっしゃるじゃないですか、はい、あのぼやかして言ってますけどね、はい、ほとんど言ってますけど、はい、あの方は、いわゆる、同伴、オーラスアフターっていうのを含めて、万枚超えたらしいですけどね、すごいやることが違います、それはなんか以前副主任の時にやったって言ってましたけどもね、もう今は奥さんいるから行ってないって言ってましたけどね、行ってたらまずいですよね、行っててもニコ生では言わない、さすがに言えないと思いますけどもね、それね、はい、入りましたね、お、はい、入りましたね、ようやくですね、ボタンの押し方がいやらしいですよね、ちょっとまだですか、ボタンの押し方がいやらしいってどういうことなのそれちょっとあれですかね、かりますか、ちょっとなんでめっちゃ当たりますね2人いやね、あ、皆さんはどんなあだ名がいいんですかっていうコメント来てますけど、あだ名って以前出られた時ってありました、あだ名ですか、あだ名忘れましたね、あ、以前出てた時ですか、はい、以前の、はい、あのニコ生出られた時は、はい、あ、私あの先ほどから出てるように言っていただいてるように細身で出てましたね、はい、細身店長ね、はい、はい、細身継続ですか、はい、細身で行きますか、そのまんま、そ、そうですね、そんなんでいいんですか、はい、はい、そんなんでいいんですかっていうツッコミが横から入ってますけど、ツッコまないで、違う方がやっぱでもケンジとアキラの、はい、ケンジの方で、ケンジの方が、そうですね、そっちはしっくりくると思うんですけど、あのさっきから言ってますけど完全にも本名ですから、ね、母親の本名出してますけど自分も本名、自分も本名出ちゃって出ちゃってるところありますからね、それねもうさ、はい、もうさんざん先ほどからね、あでしたっけ、青春アミゴをよろしく、はい、ケンジとアキラって売り出そうかって思ってたのに残念ながらアキラが来なかったっていうねオチがついてますけれどもね、いや僕はまだ待ってますよアキラ、あ、まだあと1時間ありますからね、はい、あ、まだそうですね、まだ1時間ございますんでね、はい、あ、皆さんね、こっち向いてって言われてますけど、左後ろにあのちょうどカメラございますんで、ちょっとカメラ画面に被る形で、はい、カメラの方向いていただいてよろしいですか、はい、こんな形です、お三人方、はい、ね、細身むっつりだからって言われてますけどもね、はい、用意してますね、はい、またね、以前から、以前でもそういうキャラで売ってたわけじゃないと思うんですけどね、全く売ってないですけどね、はい、何かの嫌がらせこういう嫌がらせというかこういうコメントはニコ生でよくございますんでね、はい、もうおそ松、ちょろ松、とど松とかよくぜえって言われたんですよね、一番最初にアリア座りましたからね、はい、あ、真っ先に、いやいやいや、何を言いますかそこに何かがあると思っておりました思わず引き寄せられちゃったとこあるのかな、これそうですね、ちょっと大概呼んでましたよねもうね、あの左後ろ見てくださいって振り向いた瞬間にこっちみんなっていうコメントが来てますけどねあのこれは毎度毎度同じことは、あ、毎度来てますんでね、はい、気にしないでしてください、はい、なんでガルパンが2台で信頼のマリアが1台なんかなって言われてますけど、まあその辺は適宜ということで、我々がガルパン打ちたかったっていう、そういうことですね、はい、うん、ねえ、酒井ミヤンカーって言われてますけどね、大丈夫ですよ、はい、皆さんの店舗経験の場所を教えてくださいって言われてますけども、先ほどいろいろと間があったという話は、はい、木村店長がお聞きしてますけど、過去店長、それぞれ今まで、入社歴どのぐらいになりますか、僕どれぐらいなんですか、3年ぐらいですかね、3年ちょっと、3年で、豊岡、はい、どこやったか、豊岡で、はい、東大阪で、はい、福崎、はいはいはい、で、今津駅前で、今津駅前で、はい、ということで4店舗目と、まだまだ
アマちゃんですよ。いや店長になられてからは何年ぐらいなんですか。もうでも、まだ1年ぐらいですか。あ、1年と何か立てへんかぐらい。なるほど。あ、酒井店長は。私は入社からは6年経ちましたね。6年はい、はい、今までの経歴としてはどういう形なんですか。最初は茨城店。あ、茨城店、はい、はい、で、戸塚店。戸塚、はい、はい、蒲田店、はい、伊川谷店。伊川谷、はいはいはい、はい、で、木古名店、今津店。今津店という形でございますね、はい、伊川谷店はこの前放送を始め、初めてやらせていただきましたけどもね。はい、ああ。はい、ついにイカダニも上陸したわけ。上陸しましたね、はい、この前、はい、各店舗店長さん来られてましたけどもね、はい、はい、店長、来られましたよ。え、来られました。あー、アキラ私の相方来ましたね。相方出ました。笑顔で登場。さあ、来られました。アキラで盛り上がってる。アキラで盛り上がります。我々だけでやっぱ多分思ってらっしゃらないと思いますけどもね。アキラが来ないとちょっと映画持たないですから、ね。じゃあすいません、ちょっとこれ耳にこれつけていただきまして、すいません。はい。ダンミツさん来たかなって言われてますけどもね。生っぽいですね。生ならでは。音量大きいって方は小さかったらこのダイヤルで調節できますんで。はい。じゃあすいません、こちら。はい。ちょっと音出てますかね。はい、来ました。じゃあ、はい、あとまず音声で、はい、いらっしゃいましたんで紹介していただきましょうか。どうぞ。あ、じゃあちょっとカメラだけこっち向きましょうか。あ、はい、でも服装もちょっとちゃいますもんね、今日。はい、お、あ、ちょっとおしゃれにしてきてますね。はい、おしゃれですね。おしゃれ。はい、というわけでございまして、甲子園口店の、はい、店長さんでございます。じゃあ自己紹介よろしくお願いします。はい、はじめまして、キコーナ甲子園口店店長の新木と申します。本日は、トラブル遅くなりました、申し訳ございません、はい、よろしくお願いいたします。申し訳ございません。非常に真面目な挨拶いただきましたね。ありがとうございます。はい、今から酒井店長と木村店長と細部店長と一緒に、はい、寄せてもらいますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アキラ、アキラ、遅れてきたのにアキラ映すんかと言われてますけどね。うん、修二とアキラのアキラさんですよねって言われてますけどね。修二とアキラじゃなくてケンジとアキラ。ケンジとアキラ。アキラの方ですね。完全に我々は2人だけ下の名前まで。もう完全に初っ端のそのイメージがすごい皆さんには植え付けられてる感じですけどもね。もうこれ酒井店長がもう。こうしようってなんか、いやすぐ人を売るんです。裏切るんですからね、これ。僕はやめとこうって、こうやってね、生き残んできたんで、はい、いや、アキラ店長が一番アブノーマルっぽいっていきなり言われてるんですけど。もう間違いない。目見たら分かりますよね、アブノーマルかノーマルかは。木村店長、ほんますぐ人を陥れるんで。あ、やっぱり木村店長、そういうキャラクターなんですか。いつも陥れてます、ほんまに。そうなんですね。とりあえず行きましょう、早く。行きましょう。ダンス見れんのかなって言われてますけどね。カメラ、はい、あ、カメラもっと戻しますね。あ、戻します、戻します。はい、します。私やりますんで、はい、どうしましょうかね、これ。3台ですけれども、ちょうど真ん中にちょっと映しますんで、はい、すみません、ちょっと左右に分かれる感じで打っていただいてよろしいですかね。はい、これ僕こっちよ、左寄った方がいいですかね。よいしょ。あ、そうです、そうです、そういう形で。はい、これでいきましょうか、ね、はい。これでいきます。トイレ行ってきていいですか。どうぞどうぞ、生放送中にまさかの本当空気読めない人ですよね。始まる前にちょっとコーヒー飲んで、もう足が来たし、ちょっとベッキーでもそれはしないですベッキー関係ない、ベッキー関係ない。もうこれで分かっていただけた通り、やっぱりおかんの名前のあたりからちょっと我慢してたんですか。いや、いいですよ、大丈夫です。音声入ったらダメなんで切っときましょうか。あまりにもちょっと生々しすぎる音入ったらダメなんで、広告宣伝規定よりやばいです。じゃあ木村店長ちょっと一時期お立ちになるということで、はい、私も終わってしまう。ああ、もう AT 終わっちゃいますからね。 ART 木村店長、喋っていただいてよろしいですか。はい、いけますよ。ちょっと地元で、あ、じゃあ、あれですね、4番かな、細道店長の経歴、はい、経歴を、あ、経歴ですね、はい、経歴移りましょうか。はい、私ももう8年目ぐらいになりますね。 8年目、
はいはい、入社して、最初がですね、はい、茨城、酒井店長とかぶってないんですけど、茨城店です、ね、あ茨城店、はい、はい、で、その後、福知山、はい、で、四条生店、はい、で、扇、はい、扇店、はい、で、その後、平塚店、平塚、はい、はい、で、小田原の、扇町店、扇町、はい、はい、小田原2つあるんですけれども、はい、そうですね、その片方ですね、はい、で、その後に、あの気候なる今までやってまいりましたという形ですね、はい、なるほどなるほど、今の経緯ありがとうございます、はい、店長になられたのはいつからですか。店長がいろいろとあるんですけれども、約1年ぐらい前と半年ぐらい前と、はい、2パターンあるとだけお伝えしてます。なるほど、2パターンあるということですね。はい、じゃあ新店長、はい、早速でございます。今まで店長として、来られたのはいつ頃になるんですか、その甲子園口店は。私は昨年の11月に甲子園口店に着任いたしました。なるほど、はい、はい、月コーナーの入社歴としては何年ぐらいになるんですか。経歴なんですけども、タウンイマズ店に2010年に配属されました。はい、はい、今ですね、あ、こちらの店舗に。ここです、実はここなんです。あ、そうなんですね、はい、そうです、ここが木久扇さんの出発の地だったと、はい、私の発祥の地です。なるほど、発祥の地だったんですね、はい、だいぶとそしたら懐かしさ感じてるんじゃないですか、ですこの店舗に関しては。はい、はい、酒井店長と同期なんですよ、私。あ、そうなんですよね、入社、はい、そうなんですか。そうです、東店長、東店長とか、はいはい、ああ、その辺と皆さんご一緒と。そうなんですよ、酒井店長は僕らの世代の出世頭なんで。ああ、いや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 、出世頭、そうなんですね。なるほどなるほど、そうなってくると、最初にこちらで、その後はどちらに行かれたんですか。尼崎地方店に行きました。あ、天中尼崎地方店、この前行かせていただきました、放送の方で。はい、でその後、キセラ代わり支店に新店のオープンに。はい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 、はい、で、甲子園に11月に店長として。なるほど、配属されております。もう12月でしたら、もうまだ3ヶ月と。そうなんです、ね、ああいう形で、まだまだ新人店長という形でございますけどもね、はい、私、超地元でございますんで、西宮のちょっと阪急西宮北口店の北口の近くに住んでおりますので、ちょくちょく近くに行ってます。ちょっとええとこ住んではるんですね。言っときますけど、あそこらそこまでええとこじゃないですか、言ってるほどね、はい、注目注目注目、あ、注目、これ目どっから見えない。あ、ガルパンチャレンジ来ましたね、木村店長。やっと店は来ましたね。ちょ、いつの間にか今帰ってきてましたね。ちょうどトイレから今帰ってきましたね、これね。こっそり約1時間。引きが弱いのって言われてますけどね、大丈夫、高井田の店長は1時になったらヤニタイム行ってるからって言われてますけどね。機関坊池澤マネージャーは放送中タバコ吸っててかぶいてたっていうね、コメントも来てますけど、もうまさに伝説になってますからね。細身なんですか、ケンジなんですかって言われてますけど、どっちで行きますか店長。一応プライバシーもあるんで、細身でお願いします。細身で守るな、大変守るな。もう誰かが速攻でケンジですって書いてますけどね。じゃあもう決定ですね。決定でいいんですかね、これね。ケンジ行きましょうか。もう大丈夫ですね。大丈夫ですかね、これね。はい、それではニコ生ご覧の皆様、西宮4店舗揃いました。今日もニコ生よろしくお願いします。中村っていうコメント来てますけど、ちょっとして、はい、ちょっと待ってください、はい、今の名前は、今の名前 は、はい、もう一度言ってもらっていいですか、いいですか、はい、文章もう一度読みますよ、はいはい、詳しく、それではニコ生ご覧の皆様、西宮4店舗揃いました。本日もニコ生よろしくお願いいたします。中村これエリアマネージャーじゃないですか。あのね、実は尼崎中央店のね、はい、放送やらせていただいた時も、はい、中村店長ご覧になってたらしく、中村エリアマネージャーをご覧になってたらしくて、あ、そうだね、まさかあの携帯にいきなり着信が入ってて、塩枠店長の携帯に着信が入ってて生電話するっていうのはありましたけどね。皆さん携帯はチェックしておいてくださいね、いつ入ってるか分かりませんのでね、はい、見ておきましょうか、うん、マネージャーお疲れ様ですって言われてますけども、もうみんなに言ってますけどもね、はい、
ね、この、この4人の年収足したらね、万期を超えますから。ちょっと待ってください、電話来ました。電話が来ました。ちょっと出ていいですか。お願いします。大丈夫かな。木村は真面目だって。木村は真面目だって。あ、お疲れ様です。ご視聴ありがとうございます。遅くまでお疲れ様でございます。ちょっとかなり盛り上がってきますので、はい、はい、もしもし。あ、はい、お伝えしておきます。はい、JP さんお疲れ様と。ありがとうございます。すいません、お気遣いいただきまして本当にありがとうございます。突然や、突然やって言われてますけどもね。いやー、わざわざ。はい、あ、そうですね、あ外伝の件ですね、かしこまりました。あ、それは、はい、そうですね、忘れそうになってました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。失礼します。やっぱ怒ってました。いや、何に一番怒ってたかというと、はい、新規店長に、まあ、深くはあんまりあれなんですけど、はい、とにかく忍者外伝の件ですごいお怒りがです。お、あんまりこれは触れたらいけない話か、これ。大丈夫か、大丈夫か。リアルな方ですね、これ。かなりちょっとガチな方で来ましたからね、これね、新規店長のこれね。かなりガチなやつ。あまりちょっと触れない方がいいですから、これはね。はい、僕らおらん方がいいかもしれない。せっかく来たのに、せっかく来たのに、せっかく来たのに、早く帰るんですよ。ねえ、忍者外伝わらわらって言われてますけど、ホットライン発動って言われてますけどね、突然来たって。マネージャー一番面白かったですってね。他のエリマネさんも、中村さんもみんな張ってほしいっていうね、コメント言ってますけど、いや、本当にここまでご覧になられてるエリアマネージャー、ありがとうございます、本当にね、わざわざ本当にね、チェックしていただきまして。はい、甲子園口店の、P ワールドの設置機種の方、はい、確認していただきましたら。はいはい。はい、なるほど。はい、真相が。あ、真相が、あ、わかりました。はい。ね、その辺をまさに皆さんぜひチェックしていただければと思いますんでね。あと皆さん、ね、ご覧になっている方、右下の方に LINE の QR コード4店舗載せておりますんで、ぜひ読んでいただけたら LINE の方で友達追加できますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。本当にキワさんね、こういうの最近バーとね、皆さん、はい、各店舗やられましてね、はい、はい、急増中で急増。そうですよね、すごくやっぱりこの受ける側としてもね、私もこう実際にいろんな店舗さんのやつ入らさせてもらってるんですけど、リアルタイムでこうやってね、情報が手に入るっていうのはすごい、そうですね、打ち手としてもやりやすいとこございますので、はい、はい、そうですね、 LINE アットのご登録ぜひともよろしくお願いします。そうですね、本当に皆さん、はい、ぜひ機会あればよろしくお願いします。そうですね、いや本当にね、中村リマージュは本当に担当店舗のところでね、出ていただいてますけどもね、ありがとうございます。おばんです、木村店長、福崎店で名刺もらったもんですけども、覚えてますかっていう。わざわざ、あの時は本当ありがとうございます、本当にね。はい、お客様ですか。お客様でね、福崎店によくいらっしゃってるらしくて、はい、なるほど、名刺もらったってね、以前言ってはったんで、はい、わざわざ来ていただいて、ご挨拶までしていただいて、いやーね、本当にありがたい限りでございますけれども、はい、はい、うん、お疲れ様です、店長、お先に失礼します、かっこ笑いって言われてますけどね、お疲れ様でございます、はい、東店長のぶっ込みネタもあったらね、よろしくお願いしますって言われてますけど、東店長、同期のお二人は何か東店長に対するぶっ込みネタあったりしますか。あいつこんなんやってるで的なやつがあったらぶっ込んでいただければ、また梅北の放送でぶっ込まれると思います。なんかネタがありますか。どうでしょう、でもやったらやり返されますそれを覚悟の上で攻撃力は多分向こうの方が高いいやでもこっちは2人いますから、そうですね、2倍のダメージを向こうに与えれるかもしれない。店長だけはいますから。じゃあ何かあったらちょっと教えてください。なんですかね、なんかいやいや、いやもうやめときましょう。あ、穏便に行きましたね、これはね、それは
後を考えてですよ。なるほどなるほど、先々を見つめ見据えてということですね、はい、これね。それとも本当に言えないやつガチのやつですかね、これね。守りに入ってます、うん、ケンジ喋らないで寝ますって言われてますけども、あ、すいません、すいません、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、うん、細見ケンジ喋ってとか言われてますけどね私どっちで言ったらいいですか、これ。いや、表示上は細見店長してますんでね。あ、はい、大丈夫ですよ、ね、はい、表示上って言っちゃったけどね、はい、ぶっ込み出たはよって言われますけどね、ケンジとアキラ一つのカメラ映ってるんやから一ネタお願いしますって言われてますけど、ね、もう一緒に触りましょうか、またこれでどっちが罵倒されるか。アキラこの人形に触ると罵倒されるらしい。あ、いや何もやってない時にあのデモ画面の時に触るとなんか反応するらしいですよね。デモ画面なんですね。はい、ええ、で、あのケンジとアキラはどっちが亀梨なんですか。どっちが亀梨なんですか。結構重要ですね。ポジション的には結構重要な気がしますね。やっぱり年の子ですかね、これ。ヤマピー。木村店長は網走で一緒に労働してたもんですって言われてますけどね。その説はお世話になりましたとか言われてますけどね。何を絶対身内やわ。あ、身内ですかこれは。網走何をやられたんですか。ちょっと興味あるところですけどこれね。って言ってる間に木村店長当たりましたね。言ってる間に当たりました。はい、おめでとうございます。はい、はい、どっちも亀梨ちゃうわって言われてますけどね、はい、どっちもヤマピーちゃうしって言われてますけどね。思ったもんですよ。それを言われると同じトーンで怒ってる。寝言は寝てから言おうなって言われてますけどね。そうです、木村店長覚えてますか。大人のお店で出会ったものです。あの時はありがとうございました。風評被害もええとこやなこれはな。はい、だいたいでも想像もし身内やったら、まあ、あの人やろなっていう。あ、だいたい想像ついてるんですかね。残念ながらあの常連リスナーさんなんで多分身内じゃないと思いますけどね。罠にかかってる感じだと思いますけど。罠にかかってますね。うん、ね、これだけ育て台を打つ必要性があるかって言われてますけど、トークだけやったらみんな退屈するでしょ、ね。しれっと当ててるし、木村店長ってね、店長お披露目会って言われてますけどね、はい、アキラ忍者ガイデンでピンチって言われてますけど、もう完全に名前がアキラになってしまいましたよね、新規店長ね、はい、じゃあもうアキラ店長してますんでね、今ね、もうね、はい、よかったですね、アキラ店長。僕が決めてないですよ、酒井店長ですよ、ほんまに。僕は止めたんですけど、いやいやいや、またそうやってね、自分はっていう。いつも人おりますからね。 もうあれですか、いつも人を盾にするパターンなんですか。そうですね、すぐに裏切るマッチ。さっきみたいに空気読めないですし。空気読めへんとか直接だいぶ直球投げますねこれ。今帰ってきてますね、さっきのやつはね。思いっきりあれですね、直球打ち返された感じですねこれね。間違いないです。うん、アキラ音声ジャグラー早ってね、2期店長のあれですね、寝屋川南店の2期店長のぶっこみお願いしますって言われてますけど、2期店長も同期ですよ。あ、同期ですか。あ、はい、あ、何かぶっこみネタあったりします。なんかいろいろとね、だいぶ下水キャラになってきてますんで、2期店長放送上あんなイケメンやのに。そう、超イケメンやのにすっげえ下水キャラになってきてるんですよ。あの放送上で全然遠慮しやなくなってきたんで最近は。はい、嘘つきゲス野郎店長とか言われてますけどもね。どんどん皆さん変わっていく。崩壊していきます。いや、あとはあの土曜日に毎週毎週競馬の予想をね、いろいろ店長さんにしていただいてるんですけど、はい、その時に必ず2期店長が竹豊を買うと来ないっていう伝説がありまして、伝説継続中っていうのがあったんですけど、去年1回だけですかね、当たったのはね。はい、逆を受けば当たるというやつ。そうそう、逆を張れば当たるっていうパターンですよね、これね。はい、
ね、このメンバーで大喜利はしてみたくないですかって言われてますけど大喜利、大喜利ってなかなかね難しいですよ。次回とかね、まあ、その今日じゃなくてもあ、もういつかまたね店長集結した時にはっていったところですかね。そうですね、はい、うん、ニッキニキはパンダさんって言われてますけどね、はい、そういえば、戦時中に激墜王で酒井っていう人がいたけど店長は夜の激墜王ですかって言われてますけどね。めっちゃ詳しいですあ、激墜しちゃったかな激墜しちゃったかな、これ激墜はしてないです激墜する機会もないです、今現在、あ、ちなみに、あれですか、新規店長は独身ですか。結婚してます。あ、結婚してる、なるほどなるほど、なんか後ろからブーイング聞いてますけど後ろからなんかブーイングが聞けますけど、あの西宮神社の下りちょっと説明してください。あ、西宮神社、なんかあったんですか西宮神社の、あれですね、はい、西宮恵比寿に、はい、はいはいはい、恵比寿さん有名ですもんね、はい、年始にみんなで、はい、はい、なんですかね、あれ、商売繁盛の笹を、はいはいはい、商売繁盛で、また今年の分を買ってくるっていうのを、はい、まあ、伝統でやってるんですけれども、はい、西宮4人なのに、はい、新規店長を忘れてて今津3人で行ってしまった。嘘で、新規店長がちょっと進めてしまったっていう。そらかわいそうよね、新規店長それないよね。いや、それについてちょっとコメントをもらいましょうか。あ、どうぞどうぞ、はい、新規店長。別に、拗ねてはないんですよ。拗ねてはない、拗ねてはない、はい、木村店長が一生その歌を言ってくるんですよ一生、まあ、ここでもやっぱり木村店長やったっていう。あ、やっぱり原因はそこやったんですね。そこは誘いましょうって最後まで言ったんですけど、はい、ケンジが、いやいやいや、もうケンジが全てはここから始まるからケンジがもう行くもんだからもう完全に木村店長のあれですね、集中砲火浴びそうな気がしますね今日はね、はい、でもだいぶ拗ねてましたけどねその時はいやどうせ僕なんか、僕なんかって正直もうあれですよ、木村店長、何やったら忍者ガイデンの件、僕ら道連れですかあ、道連れ、ひょっとして2台ずつ入ってます。あ、2台ずつ入ってるということで道連れ感あるということですね、これはね。じゃあこれはあと明日やってみます今日言うて明日休めるんですかね、これはね内心でも新規でしょ、内心美味しいとか思ってそうって言われてますけどね空でも進んでるやろって言われてますけどねでも買い忘れたのはネタを作るためにわざとやろって言われてますけど、まあ、誘いそびれというかね、まあ、その辺はね、まあ、そうね、ちょっとね、でもやっぱり一緒に行こうよアピールが弱かったですかね行こうよアピールってアピールしてこなあかんもんなんですやっぱりケンジに伝わってなかったんだよ、そこはやっぱりそれは、やっぱりそれはあれですか、伝わりきれなかったという話ですか。もうちょっと欲しかったですよねいや細見てちょ勝手になんか振られてますけども、その建築アピールが伝わってなかったっていう形で言われてますけど、まあそうですね、確かにちょっと甲子園口店は若干やっぱ少しだけ離れてるので、まあ若干ですけれどもね、はい、ちょっと思いの丈がやっぱりちょっとこっちに伝わるのに、タイムラグがあったんじゃないかなと。なるほどなるほど、はい、伝わるまで時間が、そうですね、もう我々歩き出してからこうテレパシーがみたいな阪神電車の駅のホームで新規電車忘れてたもう我々切符買っちゃってたみたいないやそこでまあいいかって言ったのは、はい、酒井店長いやだってもうだって出遅れでしょ出遅れホームにいるんですよ、もうどう思います今の会話聞いて明田店長どう思いますか。それでも僕が悪いって言いますか。いいっすよ、いやいや、やっぱり最終的にそうやって人を売るんですよねでもマイッカー早かったですよあの時のマイッカーはマイッカー早かったあーもうそれでも完全にあれですね、個人的には大丈夫だと思ったんですよねこれね中村まで秋田店長がいじめられてますってコメントしてますけどねマネージャーのぶっ込みに期待ね
まあでもね、今から見たら甲子園口なんか陸の孤島みたいなもん。陸の孤島って言わない。そんなことない。そんなことない。そんなことないよ。そんなことないです。僕が証明します。一番近くに住んでるんですから僕は。陸のこととか言わんでくださいよ。はい。アキラなんかハブられてるんやね。ドンマイくじけず頑張れとか言うてコメント言ってますけどね。はい。ちなみに木村店長東大阪店にいましたよねってことで、以前ね番組にも出ていただいたということで、木村店長ね、もう、まあ、僕の話はいいじゃないですか。アキラで、あだもういいですか。もう散々ね、まあ、いやあのいやこのままやったらね、あの本当仲悪いみたいな感じになってしまうんで、フォローしておきますけど、アキラは愛されてますよ。あ、愛されてる。いつも本社で会議行くとき4人で車で乗って行ってますからね。あ、なるほど、はい、まとめて全員で、はい、3人でアキラを迎えに行きますからね。はい、そうそうそう、あのここで集合してアキラ店長を乗せて そのまま行くと、経由で大阪に行きますから。ちなみに運転誰されるんですか。木村以外です。そうですね、木村店長の車は1回だけ、はい、1回だけ、はい、車は壊れてるんで、はい、出したいんですけど。直しましょう、直しましょう、その車。この会話半年続いてますからね。え、それ毎回ネタになるんですか。ほんまに言ってるんだけど信じてくれないんですよ。そうです。あ、信じてくれない。木村店長からするとこれマジなんやと。マジです。話せば話すほど部が悪くなりますよ、木村。本当にもう死んでいいんやったら一緒に行きますよね。その故障した車で行って万が一やっても俺は知らんぞと。そうです。うん、でも出せと周りからは。普段だと酒井店長か細見店長かどちらかなんですか。そうなってくると、そうですね、はい、あ、なるほどなるほど。まあ、あの新店長来てもらってっていうパターンもありましたし、はい、そうですね、アキラにも出していただいたことがあります。はい、ああそうなんですか、はい、なるほどなるほど。その中に木村店長が1回だけやったということですね。なるほどね。その1回がどんだけ危険やったかって。それはちょっとみんなに伝わる、まあ、事情がある、ああ諸事情があったと、はい、いうことですね。はい、この4人だったらいじられるのはアキラというのはよく分かったと思ってますよね。木村は悪いやつだって分かったからもういいって言われてますけどね。もう散々あれですね、もうこうイメージついてしまったかもしれませんね、これね。もう喋らんとこ。今津に来たら気候なる今津店にお越しくださいって宣伝されてる方いらっしゃいますね、これね。うちの身内ですか。ありがとうございます。はい、うん、なんか駅前は男前じゃありませんっていうなんか対抗意識があるんですよ、この方ね。コメント来てますけれどもね。誰ちょっと気になりますね。誰ですかね、これはね。はい、あでも各店舗は愛は深いですからね。そうですね、はい、それぞれ店舗さんに対する愛情は深いでございますからね。はい、木村は悪いやつでアキラはいじめられっ子って言われてますよ。じゃあもうこのマイク外したらそんなことないですって。マイク、あ、やっぱりマイクがつくとやっぱりちょっとキャラクターって出てきてしまいますからね。まあちょっとその裏ではまた違うという話でございますからね。はい、リア充はぶられるんですねって言われてますけどね。それがなんかね、深層心理というか、なんかそういうのがあるかもしれない。ああ、ね、中のね、ちょっと自分の中で気づかないところであるかもしれませんけどもね。我々の潜在意識がどうしても、いや、そんなことはないです。そんなことないですよ。はい、ちなみに明店長、あれですか、お子様はいらっしゃるんですか。います。あ、もう、おいくつ。4歳の女の子がいます。あ、女の子がいらっしゃると。 あと来月に双子生まれます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。これはめでたいじゃないですか。はい、予定日は1ヶ月後、そうです、3月25日に双子生まれます。いやいや、無事にね、生まれてくることをお祈りしておりますんで、はい、いやおめでたい限りでございますけどもね。はい、うん、あ、でもどことなくガーリンとアキラと同じ匂いがするって言われてますけど、ガーリン店長ってあれですね、水田店の、はいはい、店長でございます。同じ匂いが同じ匂いです。いや、ガーリン店長はね、今ちょっとね、今寂しく一人なんで、ちょっと同じ匂いって言うとあれですけどもね。はい、うん、でおめでとうございます。でも双子って大変やでって言われてますけどね。そうなんですよね、一気に人数増えますし、
まあ、左側3人、それ分かんないですからね、はい、あの、はい、木村店長の双子はいつですか。木村店長の双子はあれ双子の予定日、予定日、はい、まず来年に出会彼女と出会ってまずそっから35までに結婚して40までに子供作ります、はい、なるほど、それは今後の人生設計なんですね。そうですね、40までにはしたいですね、はい、なるほどね、出会うところからがいいって言われてますけどね、はい、いやいや、もうそう言われると私の心にもぐさっとね、あの傷がつきますんでね、私36ですんで、今年36になりますんで、独身です、なんとか早いところ結婚したいなと思ってるんですけどね、はい、みんなで頑張りましょう、なさだめうん、もう木村店長あずまと一緒に合コン行ってこいやって言われましたよね、はい、ねえ、はい、その子をお読みにください早速ね、あの嫁予約は来てますけれども、明店長、あの早速その子を読みにくださいっていう、あの4歳の女の子のあの立候補されてる方いらっしゃいますけどね、旦那さんにね。でもね、ほんまに自分で言うの習うんですけど、めっちゃ可愛いですよ。あー、もうやっぱりお子様らさんみんな可愛いですよ、自分の子供さんはね。この3人やったら誰やったら OK ですか。はい、この3人で、はい、まあ3人独身なんで、はい、この、まあ、新規が、はい、アキラ店長ですね、アキラ店長 のお子さん、この3人やったら誰が OK かなって。ああ、もし3人しか選択しかない場合ということですね。はい。なんでそんなこと、はい、僕は楽しい家庭築ける自信はあります。僕はあります。木村店長めっちゃ前出てくるやないですか。もうちょっと打つどころじゃない。将来かかってますから、ね。将来かかってる。まず選んでいただきます。じゃあ選んでいただきましょうか。はい、秋田店長選んでいただきます。このお三方だったら誰ですか、あげるとしたら。まあ世の中に男が3人とおらんとしかおらんとしたら、そうそうそう、はい、そうしたらですよ、はい、うん、まあ酒井店長ですね。ない、何がいい、決まんないとこ、決まんないとこ、すごいブーイング、正当な、ね、はい、選ばれなかった2人からのブーイングすごいな、これ台打ちましょうかもういじけてまだ台打ち始めたからね。理由を聞いとかないと、はい、いや、やっぱりね、私もそうなんですけど、酒井店長もタバコ吸わないじゃないですか。あ、そこね、あー、真面目か、真面目かよねもう選ばれへんかったらこの態度ですよ、もう態度一辺もええとこじゃないですか、それ重要ですよね、そこはタバコは重要ですでもやめますけどね、僕。あ、そうなんですか。はい、全然信用できないですよ。はい、もう無理です。禁煙戦、今まで禁煙はされたことあるんですか、木村船長。あります、あります。ああ、なるほど。20代半ばの時は捨てなかったです、はい、ああ、捨てなかったんですか、はい、で再びまた今は捨てはるというと、ね、今はガンガンですね、ガンガンちょっとまずいぐらいちなみに、銘柄捨てはるお二方は銘柄は何ですか。私があれです、メビウスの3ミリのやつ。あ、メビウス3ミリね、はい、はいはいはい。じゃあ、コトミ店長、はい、私もメビウスなんですけど、はい、8ミリの方です。あ、8ミリ、はい、あかん方ですね。なるほどなるほど、はい、人気ない方です人気ない方言わない人気がない方です。いや、そんなことないです。モテない方です。モテない方とか言わない方同じ銘柄どこで3ミリと8ミリの背比べせん言うたんや、うん、ねえ、タバコやめた方がええでって言われてますけどね、3人器が小さいから無理ちゃうかとか言われてますけどねJP さんは70歳の人からチョコレートもらった経験あるんでしたよねって言われてますよ。そうですね、はい、あの70歳、スナック行ってた時に、はい、あのスナックの来てた別のお客さんの、はい、その人が、まあ、常連さんやったんですけど、はい、もらいました。72歳の方でしたけどね、はい、バレンタインの話、ガチなやつですか、ね、いや、ガチな言わしてもらうと結構大きいやつもらいました一人で食うのに困るようなデカさもらいましたね、はい、それだけはあります、覚えてます、はい、酒井店長たちの同期は独身多いですねって言われてますけど、どうなのかな、多いですかね、多いんですかね、多いですね、確かに、どちらかというとまだ自由人な方が多いんですかね。そうじゃないですか、自由人だから独身なんですか。
ですね。なるほどなるほど、はい、はい、うん、ねえ、ねえ、せめて IQOS か、アイコスだったっけ、電子タバコとかね、今最近流行りではありますけどもね、はい、ね、はい、やめれるんですかね、ああいうので。どうなんでしょう、でもまあ物足りないと思わはる人もいるかもしれませんけどもね、うん、木村くん青山です、今日はよく喋るねっていうコメント来てますね。こんばんは。どういうことかなこれは、はい、JP さん、私結婚とか望んでない、養子でない、養子でいいから私のところに来ませんかって言われますよ。養子はやめて、うち長男やからごめんね、はい、もうガチな話するとね、はい、先ほどのあれですか、そうですね、あの72歳のおばあちゃん、でもさすがにその手の話はあんまり来ないですけどね、うん、ただ結婚云々っていう話までは全然いかないのが私ですんでね、だんだん言ってると寂しくなるんでやめときましょう、この話は ね、 、はい、ね、 JP さんの結婚したら口だけやと言われてますけど、口だけじゃないからね、一応結婚願望はあるからね、はい、さあとか言ってる間に今のところあれですね、ずっと木村店長が続いてますけど、そうなんですよ、誰も見てくれない。酒井店長の方が全然うんともすんとも言ってない感じですけどね。いやいやいや、ちょっと待ったよ、あの、いや来ましたよ、リレーちゃん来ましたね、言ってる間に今熱そうなやつ来ましたよ、これ、これ外れろ、あ、そういうのじゃないやん、あ、これ当たりとかじゃなくて、あ、そうです、出会い役の方、あ、というかガラパンチャレンジの方ですね、これね、はい、ここで当たれば AT 当選っていう形ですね、はい、こうやってあれですか、4店舗の店長さん集まるとやっぱり会議の時以外はあんまない感じですかね、どうなんですか、お互いに飲みに行ったりとか食べに行ったりっていうのはあったりはするんですか。ありそうでないんです、それがそうなんですよ、はい、意外にありそうで、はい、そんなに仲良くない、そんなに仲良くない、木村店長ぶっ込みすぎじゃないですか、さっきから、冗談冗談、仲いいんですけど、意外と休みが合わないとか、はい、結構あって、まあ、そうですね、あれですよね、休みの行動パターンは一緒ですね。先ほどオープニングではなかなか今ずから出れないという話をされてましたけど、出れないというか、出ないだけだ、出ないだけ、休みの昼まで寝て、で起きて、はい、今津の弥生軒に、駅前の弥生軒、はい、私もよく利用させてもらってます、はい、そこは、はい、そこでご飯食べに行こうと思って、はい、行ったら、はい、同じく休みの日でご飯を食べに来てた細道店長に会いました、はい、まさかの行動が、はい、パターンが一緒すぎる、パターンと時間帯が一緒っていう、会った時びっくりしたでしょ、お互いにまさかみたいな、まさか、はい、まさかあそこで名前呼ばれると思わない。、はい、一応、はい、隣には座りました。一応一応なんや、一応そうです、いや、それはね、はい、ね、世間の狭さを感じるって言われますけど、まあ同じね、店長として働いてる人間やったらどうしてもそういうところにいるのかもしれませんけどね。そうですね、まあ、というか、ただ単に行動範囲が狭いという狭い。地元で済ませるパターンですね、ご飯とかでもね、圧倒的にね、引きこもりなんでね、いや、引きこもりはない、引きこもりって。いや、でもね、弥生軒よく行きます。ちなみに弥生軒行ったらお二方何食べます？で、皆さんまあ近くだとよく食べること多いと思いますけど。私、味噌カツ煮定食が多いですね。あ、味噌カツ定食、はい、もうご飯のおかわり自由が何とっても素晴らしいですね。そうですね、はい、もうカツ煮定食あれですね、でも人気ですね。あ、そうですかね、はい、はい、よく食べてらっしゃる方いらっしゃいますもんね、あれね。私でも逆に魚とか走ります。あ、そうですか、ホッケとか、あ、ね、島ホッケ定食ね、はい、ありますね、あれも美味しいですからね、あ、美味しいですね、ミックスグリルハートの方もいらっしゃいますね、これも方は私と一緒やね、ミックスグリル派、はい、最近カキフライ定食も結構食べますね。ああ、時期限定ですね。なくなったんですよ。え、もう時期限定がもうなくなってますよね、あれ。だからそこから行ってないんですよ。本当にあれ美味しいですもんね、値段の割にね。あ、実は同棲してるとかいうオチはやめてくださいねって言われてますけど。あ、3人で、いやいや、木村店長と秋葉店長、酒井店長、細見店長と酒井店長ね、同棲してたらえらいことでしょこれね。そんなテラスハウス的なことは一切大丈夫です。ただスタッフさん同士でルームシェアしてる人はいてはりましたよ。
あ、そう、千里店の方にいてはりまして、それカミングアウトした瞬間にみんなからホモも言われてましたけどねコメントでホモー言うてコメントいっぱい聞いてましたからね一緒に住むぐらいやったら道で寝ますね、もうねえ、アキラちょっと怪しいな、ここで、酒井店長、今何ゲームって言われてますけど、まあ、320ゲームですかね、はい、ちょっと経ってますけどもね、はい、難しいな。甲子園口って甲子園球場の近くですかというコメントが来てるんですが、実はちょっと違うんですよね。実はちょっと遠い、ちょっと遠い、歩きます、20分か30分ありますかね、距離でいうと、あの阪神甲子園と JR でいうところが甲子園口という駅になるんですよね。甲子園口駅の前ですもんね。そうです、うん、はい、だから甲子園、ちょっと 路線も違います、JR と阪神っていう、ね、そうなんですよ、だからなおさら今津からハブられるんですよまたやっぱり違う、この話に戻ってしまったか、欲しがるんですよ欲しがるんですよ、これはほんまにもう、いや、やっぱり随分とこれは深く根に持ちそうな感じしますね、これね、アキラ店長はね、はい、我々はいつもこうやって次からちゃんと誘うから誘うよ、来年ちゃんと覚えといてね、もらったらね、これはね、はい、女性社員とルームシェアできますかって言われてますけどね、仲悪って言われてますけどねただ皆さんね、仲悪い風に見えるでしょ、だこういう話ができんのが仲ええっていう証拠ですからね、これに関してはさすがです、ほらうまいことまとめたね、俺ありがとうございます、ありがとうございます、この仕事をしやすくなります。ギクシャクせずに。欲しがるなぁ言われてますけどもね。さすが陸のことって言われてますけど、自ら言ってきましたからね、陸のこと。陸の、でも私甲子園口の駅前って結構あの個人でやられてるお店とかで美味しい店多かったりしますけどね。そうですね。あ、よく聞きます。チェーン店よりも多いって聞きますね。ですよね。あたりどうなんですかね。あのスタバありますよね。スタバでしたっけ。そうなんですよ、スターバックスが新たにできましたもんね、はい、スターバックスできましたよ、はい、今津にはないですね、今津にはないスターバックス、今津にはない、今津にはないちょっとちょっと43号線という道を越えてちょっと行かないとないちょっと43挟んで向かい側になりますもんね、はい、そうですね、はい、あと甲子園口のね、そう駅前のところにちょうど新しくねビルができまして、いろんなガストとかいろいろ入りましたもんね、はい、いやでも今津にはもうあれですからね、弥生県があればもうそれでいいです、はい、問題ないですもう弥生県あれば全ていいんですか、でいいです、たまには隣の松屋行ってやりましょうよそれね、はい、うん、JP がフォロー入れないとギクシャクする関係とか言われてますけどもねバレてますやん、うん、さっきのガチやったっけって言われてますけどね、はい、あ、坂井店長の蒲田放送ぶりだって方いらっしゃいますよね、 ありがとうございます、覚えてらっしゃる方いらっしゃるんですね、ありがとうございます、そろそろ誰、その時より変わった点あるんじゃないですか、いやいやいや、それ突っ込んじゃダメでしょあれあれちょっと老化してる箇所があります、老化ってまた老化って、この前から僕が一番ハゲてることじゃないですか大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、木村店長さっきのあの薄いコメントはそっちじゃなかったそうなんで、あ、はい、そうなんですか、はい、後で自分フォロー入ってましたね、これね、よかった、うん、あれどこが老化したのかなとか言われてますよ気候なるってなんで一つだけいるなのかな、気候なグループなんですが、同じあれですね、気候なグループに入って、気候なグループです、はい、はい、先ほどね、細見店長からちょっと説明をいただきましたけどもね、はい、そうですね、わりかしちょっと携帯が違うというか、そうですね、はい、そういうので、はい、気候なると、はい、タウンとかになってきますね、そうですね、はい、はい、それぞれ店舗さんの特徴に合わせて名前変わってるというところもございますんでね、はい、はい、また紙の話してるんでね、また気候なら横須賀にもあるよねってことで、あ、そうですね、ここの方にもありますね、はい、はい、うん、ここはゲスパワー今津甲子園甲子園口支部ですかって言われてますよね、かつてゲスパワー私どものね、エンデックのやってても酒パワーっていう名前なんですけど、あ、ありますね、その酒パワーをちょっと変えてゲスパワーっていうのを神戸支部にあったんですよ、神戸の神戸中央スロット館の森店長がね、さんざんゲスの話題してたんで、ゲスパワー神戸っていうのをやってたんですけど、はい、最近はゲスパワーがいろんなところの支部できましたね、はい、寝屋川南店南の方ももうゲスパワーになってますけどね、完全にね、はい、そういうのはあんま無縁ですからね、うちらは、あ、無縁、あ、やっぱりもう清純派で売ってると、そうですね、いうところですね、はい、
なるほど、大成人ですからね。なるほど、あくまでも身の潔白を誇示していく感じですかね、これはね、はい、うん、ねえ、総帥森をたたえよ、魂を捧げようって言われてますけどね森店長、いつの間に総帥になったんですかね、これはね、はい、ただ、他店舗の放送に乱、コメントで乱入していろんなことをバラしてくるのやめてくださいね、本当にね。いや本当にコメント ね、結構すぐ分かって MC 陣から突っ込まれたらその時点でいなくなるんですよ。そっからそっからコメントがパタッとなくなるっていうパターン多いんで、言いっぱなしやな、言いっぱなしにして傷だけ広げて書いていく。あの突っ込まれても懲りずに突っ込み続けるのが中条店長ですね。はい、たこ焼き店長にしてますけどね、まだ構っていただけるんでね。ね、清純派はハードちゃんですって言われますよね。清純派の清の字が立身弁に生きると書いて清になってますけど、これね、はい、アキラをいじめてる時点で下水以下やけどねって言われますけど、いじめてるわけちゃうってさっきから言うてるのにね、はい、これね、出てます出てます、ちゃんと仲いいですからねこれね、はい、アキラで名前を覚えていただいたんですね。あ、もうこれはもうすぐニコニコ生放送でね、名前決まったと思います、これは、はい、はい、ちゃんと右下のあのテロップの方にもアキラ店長で書いておきましたんで、あ、もうアキラになって、はい、もうアキラになっておりますんで、はい、もうそれだったらもう合わせて細見店長も現地に書いておこうかなと思ったんですが、あえてやめておきましたんでね、はい、そこはやめておきました。そうですね、また次回以降から、はい、次回やった時にひょっとしたら変わってるかもしれませんね、これね、名前がね、はい、それは JP さん次第ということで、そうですね、はい、私かもしくはご本人の意向にもよるかもしれませんけどもね、はい、いや、お任せします。今来ました JP さん、風ですが、風ではございませんが、いつもこういうしゃがれ声でやっておりますんでね、お聞き苦しかったら大変申し訳ございません。アキラいじめられてるって言うようだったら、今のうちやぞ、ほんまはどうやねんって言われてますけどね、中村までも見てる今しかないぞって言われてますけど、いや、ほんまね、仲いいっすよ。仲いいですね、はい、これはね、はい、この忍者ガイデン2代すいません、もうそのネタがだいぶあえて私はもうこれ以上は突っ込みませんのでね、はい、僕はまあそっち側じゃないと思ってるんで、忍者ガイデンそっち側じゃない、まあ、各店の P ワールドの記事情報を忍者ガイデン言われたんですけど、木村店長のところ2代入ってて、あー、なるほどなるほど、はい、あ、ね、さっきあの尼崎中央店のあのオカルト店長っていうかね、主役店長、はい、ね、クラミジア店長って言われてたやつってことで以前泌尿器科に通ってたっていう話を部下にバラされましてねそっからどういう病気やったんやっていう話をまた自分から話していって、そっからクラミジア店長っていう超不名誉な名前になってしまったっていうのがありましたんでね、はい、墓穴を掘ったというか、まあ、自分で言ってましたけどね、完全にね、はい、ただ単にそうそうそうただその部下が完全にまた別の病気やったっていうのもバラしてましたけどね、本人がね、はい、ね、言わされてる感抜群やって言われてますけどね、これ明田店長仲いいんですよっていう言葉に対して言わされてるわけじゃないですよね、仲いいっていうのね、ほんと仲いいですからねこれね、はい、なんか今日の JP さん鼻声みたい、すいません、ちょっと鼻炎です今、はい、鼻水が裏にズルズル出てる状況ですんでね、ご了承ください、すいません。さあと言ってる間に今アキラ店長の方があれ入ってます、チャンスは入ってますかね、これはね、あ、入ってますね、はい、トイレ近い、あった木村店長トイレ近い、今日ちょっと近いじゃあまたちょっと音声落としましょうか、大丈夫ですか恥ずかしいんで切っといてください、はい、切っときますねいやー、まさかの展開ですね今日ね、そうですね、2回も消えるっていうまさかの展開ですよこれね、なかなか放送上で珍しい展開ではありますけどもね、はい、台の方で見せ場がほとんどないっていうね今のところはそうですね、あんこ祭りを見たいっていう声がね、あれではいろいろあったんですけれども、はい、なかなかもうそれどころじゃないですよね、
あら、でも、アキラ店長、あれ入ってますね、この AI に。いやー今木村店長からね、はい、あのマイクを外して何かことなんかあるんかなと思って言ってあの聞いたらですね、これいつまでやるんですかね聞いてなかったのかと2時間ですよとやる気ないいやいやあの多分聞いてなかったみたいで全然頭の中なかったみたいですよいやでも、はいそのね、木村店長、頻尿店長確定やねとか言われてますけどねそのうち尿漏れとかしてそうって言われてますけどね、はい、いや、あの聞いた話だと2時までにあのさっき言ってたあんこ祭り見せれますかねって言ってはったんでいやもうそれは運次第ですわって言っときましたねいや木村店長トイレ近いって言われてますけど本当にまあ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 、致し方ないですから、生放送でやるからこういうこと起きますけどもね、でもなかなかないですよね、なかなかないですよ、放送前に一人だけコーヒー飲むから、そうなんですよ、一人だけ飲んではったんですか、一人だけ、みんな我慢してるのに、ちょっと準備がすみません、整ってなくて申し訳ございません。当たりましたよ、私、あ当たりましたね。ようやく AT 挑戦でございます、はい、おめでとうございます。2回目のおめでとうございます。はい、さあこれで今 ART に入っているのが新規店長ですね。そうですね。と AT 入っているのが酒井店長という形でございます。はい、はい、うん、いじめっ子さすがやな、まさかの終わる時間知らんかったって言われましたね。はい、いじめっ子おらんだったらまさかいじり放題やから本人いるところでいじろうって言われてますけどねさあもしもしとあれですかね。さあ、木村店長帰ってきましたね、もしもし。あ、そうです復帰しました復帰しました。なんかあだ名が頻尿店長に変わってしまいそうな感じですけどね大丈夫ですか。確定しております。確定残尿チェックしましょうか。残尿言わない、キレ悪なったみたいやないか、それ頻尿、うん、店長お帰りって言われてますけどね老化したのはそこですね残業店長、飲料店長ってコメントめっちゃ来てるやん、これやめてわらわらって言われてますけどねボロ、あ、ちょっと音声入れますね。はい、OK です、OK です。はい、ちょっと、決まる、それで決まってしまうちょっと、違うわない なんか、笑い声めっちゃ聞こえたんで、はい、絶対言うてるわアキラ言うてるわいや、アキラ店長は別に何も言ってないですよねえ。もう、木川店長の名優なんで名優なんでもう、半分笑ってるしねえ、いや、さっき聞いたらなんかあの、本番前に一人コーヒーガブガブ飲んであったわ木村店長やって話はお聞きしましたけれどもね、はい、だいぶとその分が来ちゃったかな、これ、うん、決して病気とかそんなんではないそうなったらハルンケアとか飲まなあかんかな、それね。はい、おしょんしょん店長とか言わない、そこね。はい、あ、キコーナーの雰囲気好きって方いらっしゃいますね。キコーナーの今津店。ありがとうございます。はい、お客様来られてる方だと思いますけどもね。ありがとうございます。またね、店舗の方来ていただいて、そうですね、ニコ生見たとか言っていただければと思いますんでね。はい、もう頻尿店長になってしまったんで仕方ないんですって言われますよね。決定ですか、決定。いや、違うわ、来週はもう頻尿店長やからって言われてますよね。まあさすがにちょっとこれはね、字面として問題ありそうな気しますんでね。そうですね、この1時間半で2回はちょっとやっぱり多いですね。そうですよね。ちょっと多いです。そうですよね。はい、緊張してるんですよ、緊張。ああ、そうですね、これはもうニコ生久々に出られるということで、だいぶと緊張されてるというところですかね。はい、秀美さんも納得ですって言われてますけど、なんでここでまだ再び出てくるのか、秀美さん、用意店長とかね、ハルンケア店長でもええでと思いますから、ね、いや店長もう完全にそれあれ、サンドバッグかな、これ。さあ、今まであの跳ね返してきた分が全部集中砲が来ましたね、これね。はい、じゃあ笑ってますやん、最後に
アキラ店長めっちゃ笑ってますやんか。めっちゃ嬉しそう。あ、キコナル、キコナル今津店社員の接客はいいわって方いらっしゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張っていただきます。はい、はい、またね、店長もスタッフさんに伝えていただければと思いますけどね。そうですね、はい、はい、ありがたいですね、みんな。いや本当にキコナルさん接客きちんとされてますからね、どの店舗行かれてもね。はい、そう言っていただけると大変ありがたい、はい、ありがたいですね、本当にね、はい。おさあ、プッシュボタン出ましたね。さあ、どうかな、アキラ店長の方がちょっと盛り上がりつつあるかな、これは。全然台見てないですもんね。見てくださいよ。あー、そして終わっちゃったか、酒井店長。はい、単発、ね、単発かな。あー、で終了か、残念。ちょっとね、見せ場がなさすぎてちょっと情けなくなってきました。大丈夫ですよ、はい、酒井店長、昨日の放送をご覧になってましたか。最後の方に、はいはい、最後の30分ぐらいだけ、はい、見てはったんやったら分かるかと思いますけど、はい、昨日、いわゆる設定一番上の設定で打ったんですけど、はい、全く見せ場なく終わった主任さんがいらっしゃったんで、はい、終わってから何回も確認しましたからね。嘘やろ言うて、設定5の方が圧倒的に出たっていうのありましたけどね。まあ、アキラは今までいじめられたから頻尿店長に対する復讐やとか言われてますけどね。ああ、そこでアキラをいじりに来るあたり、普段の様子が分かりますって言われてますけど。もう散々ですね、今日はね、木村店長 ね。いじった分が放送中内にこういじり、いじられ返されてる感もありますけどね。ほんまに普段そんな言わないんですかね、僕。やっぱり言ってる店長いますからね。あ、もっと他にね、近くに。あ、近くに、あ、近くに。そうやって人を売るでしょ、すぐ。ほら、もうここすぐこういう、そういうとこ、そういうところ、そういうところ。そんなに言ったらええ、思って。いや、これ放送後大丈夫かな、これ。放送後に仲悪くなるのやめてくださいよ、本当に。大丈夫です、はい、大丈夫です。肩組んで帰りますんで。肩組んで、スクラム組んで帰るという形でよろしいですかね、これはね。多分土下座させられるんで。ただただ自分がなんかいいように。恐ろしいなぁ。あんなんでよろしかったでしょうか。なるほどね、うん、そういうとこやねって言われてますけどね。バレてる、うん、バレてます。放送後に会議行くの、車別々で行くのはもうやめてくださいって言われてますけどね。そうだったら僕が責任を痛感しますんでね、間違いなくね、これね。おお、怖い怖いって言われてますけどもね。一番僕が誘ってもらえない確率高い。このまま行ったら、このまま行くとね、そうなっちゃう可能性大かもしれませんね、これね。はい、ね、えちょっと寄ってしまいたくなる空間だな、おいって言われます。いや本当にね、はい、店長陣もそうですけども、まあ、スタッフさん含めてね、キコさん非常に雰囲気いいとこ多いですんで、ぜひ皆さんいらしていただければと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。じゃあどうしましょう、50分になったらちょっと一旦シェア中止していただいて、酒井店長、次の店舗さんにちょっと電話しないといけませんので、あれですよね、思いっきり生電話ちょっとしないといけませんので、かしこまりました。はい、生田バーテンの、生田バーテンの大店長、もしかしてあれですよね、有名な桜庭、桜庭雄一郎以前も放送で散々ネタされてましたからね。一人ぼっちに会えるんですか。知ってる人少ないでしょ。いや、長瀬智也ネタは森店長が散々いじってましたからね。以前神戸中央と、はい、同じ あれでやってたんで、枠でやってたんで、はい、どの角度が一番似てるんでしたっけ。結構やっぱり有名、店長陣の中でも有名なんですか、あのネタに関しては。長瀬智也ネタに関しては聞きますね。いや、そうです、それを聞いた後、ね、ネットで調べて、画像調べて、で、直に見る。営業会議でも斜めから見えるんで、はいはいはい、はいはいはい、どの角度やろうなと思って、いつも。角度、角度いろいろ変えてチェックしてるんですね、こう
顔の角度こういろいろ書いてね研究熱心やなって言われてますけどねだからいつもマネージャーに話聞けやって怒られるいやーおもろいな。いやこのあれですね、さすが店長4人集まればもう話尽きないところでございますけどもね、あっという間でしたね。はい、はい、じゃあ、はい、すいません、ちょっとぼちぼちシラ、これの辺で終了という形 で、はい、皆さん元のあのオープニングの位置戻っていただいてよろしいですか。はい、すいません、はい、よろしくお願いします。キラ店長だけ司会者みたいですね、なんかかっこいいですね。あれ？あ、開けられてる、こっちです。なんか回してるぜみたいな、回したってるぜ、こいつらをみたいなはい、というわけでございまして、お疲れ様でございました。よかったね、放送そばでありがとうございます。はい、というわけで、じゃあもう早速でございますけども、酒井店長、はい、大店長の方にちょっとお電話していただくという形でございまして、ね、はい、ちょっとまずあの大の方ではあのほとんど見せ場がなかったんでそれはもうね、大なかなかスロットを2時間で見せるというのはなかなか難しいところございますんで、はいはい、ちょっとその辺はご了承いただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。はい、CR 永瀬智也とか当たりますピンポイント超ドピンポイントですよね、これね、間違いなく。これ多分あのご本人あの視聴されてますね。あ、第一声がまた敵が増えますね。また敵が増える感じですかね、これね。多分あの角度見てたらあの見られるかもしれません、逆に目が合うかもしれませんけどね。はい、じゃあさらにすいません、音声の方スピーカーにしていただきまして、はい、あのおそらくスピーカーの方がそのスマホの裏側についてると思いますんで、そこにマイクを当てるという形ですかね。ああ、これに、はい、はい、そうですね。あ、そのヘッドセットつけたまんまでこう近づける形でいいですか。酒井店長のちょっとあの声も聞こえないとダメなんで、大丈夫ですか。大丈夫ですか。いきますか。すみません、すみません。離れしないもんね。いえいえいえ、はい、こうちょっと離して、こうつける形で、はい。こういう感じですね。こうしこうしてこうしてここにいます。はい、かっこいいですね、フォルムが。ベストにマイク、ね。ああ、これね。アキラ店長。はい。あ、かかった。さあどうかな、行ってはりますかね。もし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 、お疲れ様です。声があの、はい、コーナーさんを今ってる高いです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、今気づいた。今気づいたかな。もしかして使用されてました。いや、仕事してないです。今からちょっと夜の街に食い出すか。元気やな、大店長。ガールズバーでもちょっと行こうかなとしてたところなんですけど。ガールズパンツはならぬガールズバーですね。はい。ちょっと大人の運びにしようかなと思ってたんですけども。はい。どうされました？はい、はい。はい。いや、ですね、明日、生田がインター店ですね。ああ、はい、気候なチャンネル、はい、はい、ただいま放送中。そんな話始めてはあるんですけど、はい、ちょっと無理ですね。ちょっと無理、夜のお店に行くから無理っていうことですか。うん、そう、ちょっと無理ですね。ちょっと、はい、生田川店ではちょっと電波が届かないんで。前放送しとったやんけ。今普通に電話してますけど。ちょっと面倒くさがらされるんで、ちょっと、はい。じゃあ明日の企画聞いていただいてよろしいですか。どんな感じでやるか。あ、そうですね、明日、そうですね、どういう感じでされますか。どういう企画というか、なんかの次回予告的な。あー、まあまあ明日ちょっとバレンタインデー直前ということで、お、そうですね、何でも考えてない。考えてへんのかいな。なんかミニ四駆を走らそうっていう話を。いやいや、バレンタイン関係ないみたいな。全く関係ない。本人喜んでだけやないかと。まあ僕がミニ四駆好きなんで、ちょっとミニ四駆一人で走らすとこかなみたいな感じですけど。
これが姫永瀬智也に似てるって言われたことってありますか、やっぱり。ああ、そう。いや、もう永瀬智也ってよりも小島よしおって言われますけどね。さすがっす。もうお腹いっぱいです。もうお腹いっぱいなんで、はい、じゃあ、最後に締めの一言ですね。明日出てくれるかなで、はい、いや、大店長もう大丈夫なんで。はい、それでは明日も出てくれるかな。いいと思う。はい、はい、ありがとうございます。明日よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、坂店長ありがとうございました。というわけでね、明日は生田川店、生田インター店の方からお送りをするという形になりますけどもね、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。はい、といった形でございまして、本日お疲れ様でございました。そうですね。はい、じゃあ早速でございますけど、感想、出られた感想というのをちょっと聞いていきたいんですけど、じゃあまず木村店長からお聞きしましょうか。そうですね、出てこうやってリスナーの方と関われたのもそうですし、こうやって4店舗また絆深まったのが良かったかなと思います、ね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、すごい真面目。最後の最後に超真面目なの来ましたね、これね。はい、いつもですよ。いや。はい、じゃあ坂井店長。はい、本日ご視聴いただいた、はい、リスナーの皆様ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いろいろお話ができてね、よりこの西宮4名の絆は深まったと、はい、信じております。信じているとはいいう形でございますんでね。いや、はい、そうですね、これを通してお客様とね、お話しする機会があればすごくいいかなと思いますんで、はい、はいはい、ぜひとも、よろしくお願いします。今後ともですね、はい、はい、また放送もあると思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、じゃあ細道店長。はい、皆様ありがとうございました。ちょっと楽しくさせていただきまして、久しぶりにやっぱりみんな出たっていうのもあるので若干緊張はしましたけども、はい、楽しめてよかったかなと、はい、それはやっぱり皆様のコメントのおかげかなというふうにも思いますので、はい、まあ、ちょっと途中ね、ある店長が2度ほど消えましたけどその辺もちょっとご愛嬌と思っていただければ、また次以降も楽しんでいただけるかなと思いますので、はい、またありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。じゃあ締め締め最後また告知皆さんしていただきますか。あれ、あ、そうなんです。じゃあ、はい、店長いきましょうか。秋田店長、はい、はい、私ニゴラマ今日が初参戦だったんですけども、ちょっとトラブルで遅れて参戦になってしまい、申し訳ございませんでした。いやいやいや、まあ、はい、やっぱりそうそうね、はい、ありますから、皆さんのおかげで楽しいひとときを過ごせましたんで私がよろしくお願いしたいんですけども、はい、また早速明日からまた甲子園だけまた陸の孤島に戻ります。いや、ぜひ甲子園グステン来ていただければと思いますんでね。めっちゃ根に持ってる感じですね、これね。よろしくお願いします。ね、4人の絆を歪み合う配信とか言われたんですけどね。これからハブられるように頑張れよって言われてますけどもね。はい、といった形でございまして、じゃあそれぞれの店舗さん、じゃあ再び駅前店の方から告知の方していただいてよろしいですか。告知、最初にしていただきましたけれども、入れ替えの方ですね。ああ、はい、その言葉で思いっきり忘れてましたね今。はい、9日に、ね、入れ替えしたパチンコとスロット合わせてね、19台の大きな入れ替え、はい、しまして、はい、で、まあ、週末それでお客様をお出迎えできたらいいかなと思ってますんで、はい、ぜひぜひ週末は今津に遊びに来て、その中でも気候な今津駅前店に来ていただけたらいいかなと思いますんでね。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ次、タウン今津店。はい、私はですね、あ、カンペ大丈夫です。はい、はい、2月10日寝台入れ替えしたばっかりですんで、はい、明日からも、まあ、寝台を中心に、まあ、その他ね、たくさん機種ご用意して、おりますので、はい、はい、ぜひとも
まあ、うちでご意義いただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、タウンイマズ店の方どうぞよろしくお願いしま す, お願いします。じゃあ気候なるイマズ店行きましょうか。細見店長。はい、気候なるイマズ店も9日に新大連会をしまして、はい、4円パチンコと5円スロットの、2レートの2レートのお店になりますので、はい、はい、ぜひ来ていただければと思います。まあ、機種につきましてはまたフィーワールド等を見ていただければ、はい、よろしいかと。あ、まあ、木村店長と明店長の、マネージャーからの お叱りの理由も分かると思いますのでそれも含めて、あれ、何外伝でしたっけ。何外伝、何たら外伝、何かありましたね。明外伝です。明外伝です。僕は言われてないですからね、はい、僕は言われるかもですけど、あ、まだ今のところはまだ分からない、ね、ノーダメージです。ノーダメージどっかでダメージを受けてたんですかね。明らかに外伝わらわらって言われてますよ、ね、ありそう、ありそう、ありそうやから困りますけどもね、はい、いや本当にね、はい、今のいますでも頑張っておりますんで、はいはい、ぜひ皆さんいらしてください。どうぞよろしくお願いします。じゃあ最後に新規店長、明田店長いきましょうか。はい、季語のコーチング地でも今週火曜日に新大会をしております、はい、で甲子園、JR 甲子園口駅の北口出ていただいてすぐ目の前のお店になりますので、はい、ぜひ お近くに立ち寄った際などお越しいただいたら幸いでございます。そして、はい、なんといってもスロットコーナー、はい、忍者ガイデン2台もありますので忍者ガイデン2台ございますとぜひご用意いただけたら幸いでございます。もうこれを、はい、もうここぞとばかりに押していくスタイルですねこれね皆さんぜひいらしていただければと思いますんでね、はい、もうここ1週間のうちにね、この各店舗皆さん、新内入れ替えという形でオープンしておりますんで、ぜひ西宮、はい、ね、今津、甲子園口、それぞれの各店舗来ていただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。なんか後ろの曲笑けてくるわって聞こえてきますけど、はい、あれチャンスとか何か置いてるやつですかねこれね。そうですね、今なんかアリアか何か置いてますけどもね、明らかに入れ替えようって言われてますけど早い、うん、とりあえずあんこう祭りも入れられへんかったからなんか罰ゲームでもやってくるわって言われてるんですけど、はい、どうしましょう、MVP、4人でアンケート取りますか。アンケート取って誰が罰を受けるべきか、受けるべきかっていうところで、はい、そうですね、はい、じゃあちょっとアンケート めっちゃ見るやんいやいや、まずそんなことないですよ、見たのが一番良くないですからね。いや、席2回も立つのはちょっとあんま良くないと思います、はい、なんか振りが始まってますけども、はい、じゃあとりあえず罰ゲームを受けるべき人は、はい、コメント見せたしょ、あ、いいですよ、はい、うん、受ける人、うん、は誰ですか。もうカズキ1票来てますねしかもカズキって下のこれはそうですね、これは下の名前知ってるってことは 100% 身内です。身内でしょうねどう考えても身内な気しますけどね、はい、これね、だってまだ言ってないですもんそうですね、店長、はい、下の名前言ってなかったですね、はい、まだ言ってなかったのに、はい、はいね、頻尿行ったことがあります、ね、何を操作してるかすいません、ちょっと今アンケートね取ろうと思ってますんでね、はい、お、よろしくお願いします、はい、横からちょろっと顔がね、こっちの顔も見えてますんで、隣から顔が見えてきてるんですよね、そのようにね、これね、はい、まあもう今日はね、その罰ゲームとかもうそういうのじゃなくてやっぱ今後も配信も続きますし、はい、そうですね、今後遺恨を残す配信にはしたくないっていうのもあるんで、あー、なるほど、あんまりそうお互いにギス、ね、そうそう、タイトル決めてなんかこうやろうっていう、あー、なるほど、なるほど、どうでしょうか、こんな形で聞いてへんか弱気きたって言われてますけどね、はい、今日はこのままハッピーエンドで終わるのもいいのか今日これハッピーエンドって言っていいんですかねこれはね、どうなんでしょうかね、いや、めっちゃ楽しいですからね、うん、ね、ちなみに罰ゲームってなんか何なんですか。今日準備させていただいたのは、はい、まあ手短にあるもんで何かあるかなと思って持ってきたのがこれ、皆さん知ってますかね。あ、ビリビリですか。低周波、低周波治療器、あ、はいはい、低周波治療器、はい、
って皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、あの健康に悪いもんじゃないんで、はいはい、大丈夫だね、低周波来たって言われたんですけどね、うん、ちょっと未経験なんでね。ああなるほど、それぞれね、あんまりこれ低周波中継された方いらっしゃらないですか、ね、プレイはあんましたことない、うん、ないですよ、そんな、まあ、経験ないと思います、はい、じゃあ結果いきましょうか、はい、やるんですか、はい、え、もう結果出 て,、はい、出てるんですか、結果出ちゃった、 あらえ、これ何人やるんですか、一人でいいんですか、二人ですか、一、はい、人一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 人、え、やるの、ちょっと そもそも待ってください、え、やるのは確定してるんですか、やりますよ、やりますよ、はい、アンケート取りましたから、はい、やるのはやるんじゃあ発表しましょうか、お願いします、はい、はい、なんとね、一番最下位、あの受けるの、受けるべき人は誰ですかというアンケート取らせていただきましたけども、はい、一番最下位、なんとアキラ店長の 0%、 0%、あれ誰も投票しない、好感度よ、好感度半端ない、受けた方がいいっていうことですか、いや受けなくていいっていう話ですね、これはね、ゼロ、はい、うん、ちなみにあのさ、ね、これ2番手が、あ、酒井店長と細見店長の同率です、あ、15.3%、 15.3%、はい、なんと木村店長圧倒的支持ですね、 69.3% そうですよ、ほら見てください見てください、これほら過半数でこれも圧倒的与党ですからね、これね、でね、はい、でしょ、でしょうね、支持率じゃなくて、はい、まあ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 、まあ、そこまでね、はい、うん、ねえ、リスナーは正直とか言われてますね、はい、じゃあ木村店長、あの 手短いです、皆さんです、すいません、ちょっと、はい、あの 手にですね、はい、すいません、手ですか、手に、あの、あ、あの、巻かなくていい、あの手のひらに、手のひらにこう、はい、見えてますか、グッと、はい、持っていただいて、映ってますね、はい、あの握ってください、それを、はい、こういう感じで、はい、握ってください、はい、やって、で、じゃあ酒井店長やってみましょう、これは 0% のアキラが、これどこしたら一番強くなるんですか、これをグーッとグーッと上げると、これをこうダイヤルをグーッと上げていくと、でも、あ、いや、じゃあ酒井店長、あの、いや、あの、それぞれ各店長やっていただいて、はい、これびっくりするびっくりするほんまにちょっとアキラ店長やってみてあれ欲しがるなぁ、欲しがるなぁ、お待たせいただきます、じゃあ、すごい、握っていただいて、グッと握っていただいて、いいですか、はい、いいですか、どうぞ、はい、え、不干渉ちょっと待ってくださいね、はい、使い方、合ってます、ちょっと待ってくださいね、うん、あ、ちょっと待ってね、あ、これ抜けてんか、めっちゃ残ってる、手に、あ、これで、はい、あ、もう今のゆるゆる、まあ、まだ大丈夫です、はい、はい、じゃあ坂手に10万で上げたってもらっていいですか、今10これはちょっとすごいですね、これは結構ビリッとくるでしょう、はい、いいのを残してくれます、もうそうですね、はい、そろそろあれですね、うん、はい、じゃあおかわりいただきますか、もう、はい、おかわり、ね、いただきますか、おかわりいや、2人にもやっていただいて、あ、やっぱりね、まあそれはそれぞれやっぱ店長、まあ、あのニコ生結構罰ゲーム やれっていう ねコメント来たりしますんで、まあ、試しにちょっと ねこういうのやってみてどんなもんかなって味わっていただくのも、あ、こんなやつなんですね、はい、そうこうやってね、手のひらにこうグッと握っていただきまして、はい、これちょっと意外に、あ、いただきはい、早いいいリアクションしましたね、楽しいです、いや、ビリッとくるでしょう、意外とこの辺まで来ますね、じゃあ坂井店長、今やられてはるんで、はい、はい、以上で終了、せっかくなんで、ものにはついでいいのもございますんでね、まあそこまで痛くはないと思いますけどね、じゃあちょっと、はい、グッと握っていただいて、はい、グッと握っていただいて、じゃあ、はい、やってみます、はい、はい、ここのダイヤルをグーッと上げてもらったら、はい、どうですかね、これをね、はい、めっちゃ喜んでる、めっちゃ喜んでるすげえ、結構バリッとくるでしょう、この低周波治療器なにこれ、あの顔を見てほしかった一番笑顔でしょ、いや、今嬉しそうな顔してました、
はい、いやなんでみんなこうあのすぐ外さんのかなとも思ってたんですけど、はい、あのなかなかこうできないでしょ、行かない、行かない、わかりましたね、はい、といった形でございましてね、本日ここまでという形でございます。また応援方ね、出ていただければと思いますので、はいはい、また機会あればよろしくお願いをいたします。はい、といった形でございまして、本日ここまでお疲れ様でございました、はい、また次回の配信でお会いしましょう。お疲れ様です。どうでーす。また。